ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は孔明天皇の衝撃の事実と謎をテーマに解説していくぜ。よろしく。現在126代まで続く歴代の天皇の中で、唯一暗殺された天皇がいるんだけど、誰だか知ってるかな？え？そもそも天皇が暗殺されるって、そんな事件あったことも知らないんだけど。あったんだぜ。飛鳥時代の第32代崇祯天皇が暗殺されているんだからな。誰にどうして暗殺されちゃったの？当時、朝廷内で絶大な権力を握る蘇我氏の中心人物蘇我の馬子っていう豪族がいたんだ。春天皇にとっては、自分の叔父にあたる馬子が天皇の実権を取り戻すのに邪魔でしょうがなかった。献上されたイノシシを見て、憎いあいつの首もイノシシみたいに跳ねてやりたいって憤ってたくらいだ。そのあいつが、馬子のことを指してるのよね？でも、そういったのが天皇だったら、暗殺されるのは馬子の方っぽいけど。いや、天皇の発言を耳にした馬子が、首を切られる前に先手を打ってやろうと、天皇を殺害させたんだぜ。これが、史実として残る、唯一の天皇暗殺事件なんだ。他にも、第20代安康天皇が連れ子に殺される事件もあるんだけど、史実とは断定しがたい。連れ子に殺されるって、それはそれで気になるわね。まだまだ暗殺されたって説がある天皇が他にもいる中で今回紹介する第121代孔明天皇もその一人なんだ。今が126代だから、たったの5代前にあったことなんだね。何時代の天皇で、どうして暗殺説が出てきたわけ？まずは、孔明天皇がどんな人物なのか見ていこう。孔明天皇が生まれたのは1831年、江戸時代後期というべきか、幕末というべきか、微妙な時代だな。1847年に父の仁孝天皇が崩御すると、16歳で即位。以後、約20年間にわたり在位するんだけど、その期間はまさに幕末の動乱期と言えるだろう。なんてったって、即位して数年後、あの黒船が来航するんだからな。開国してくださいって言ってきたのよね。それよりも前には、アメリカから東インド艦隊司令長官ジェームズ・ビットルが来航している。もちろん、日本の開国と通商関係樹立を迫るためだな。ペリーが初めての開国を要求してきた外国人じゃなかったのか。ああ、それまでは使節って形で、日本を訪れることはあったんだぜ。でも、今回は軍艦2隻を率いての来航だから、要求というよりも、脅しと言ってもいいだろう。下手な返事をしたら、大砲をぶっ放されちゃうわね。それでも幕府は、オランダ以外とは取引しないし外交関係は長崎で行います。って返答したんだ。脅しには屈しないで、鎖国を貫いたんだね。こうして幕府が海外から開国を迫られ、頭を抱える中、孔明天皇は幕府に向けて、海防強化と対外関係の報告を命じているんだ。実はこれ、何気ない朝廷からの指示のように見えるけど、大事なんだぜ。どこが？天皇も海外勢に不安だったから、報告してねってことだけじゃないの？だって、江戸時代初期に禁中並びに公家諸法度が制定されているんだぜ。その内容は、幕府が行う政治へ朝廷の介入を制限するものなんだ。つまり、孔明天皇はこの法令を破り、幕府に命令をしたんだ。だったら、幕府は法令を守って天皇の命令を拒否したの？いや、孔明天皇の指示に応じ、対外関係の報告を朝廷に上げるのが慣例化するんだ。幕府は断れなかったんだね。でも、どうして急に天皇は政治に関与しようと思ったのかしら？幕府を乗っ取ろうと考えたのかしら？決して、朝廷を幕府の上に立とうとしたわけじゃない。孔明天皇はあくまで朝廷と幕府のバランスを取ることを目指していたんだ。幕府が朝廷の願いを聞いて、政治の舵を取るって形を出せ。なんか外国から大砲ちらつかせる輩が来てるし一緒になって日本を守りたかったのかな。そして1853年にやってきたのが、マシュー・ペリーだ。ペリーはビットルの失敗から学び、準備万端で日本に来たようだな。軍艦4隻を率いて浦賀に来航すると、合衆国大統領の親書の受け取りと、開国を求めてきたんだ。開国は言わずもがなだけど、親書は受け取っていいものか、困っちゃうわよね。それがペリーは親書を強引に受け取らせると、来年また来るから、その時に返答をもらうよ。って言い残し、去っていったんだ。それって、1年猶予を与えるから、断ったらどうなるかよく考えておけよってことかしら。こうして幕府が対応に追われる中、この時の将軍徳川家慶が黒船来航直後に亡くなってしまう。その後を継いだ家定は病弱だし、権威は下がる一方だし幕府はてんやわんやな状態になってしまった。あっちもこっちも大変だったのね。そうしてる間にあっという間に1年は過ぎ、開国の返事をもらいに艦隊が日本にやってきた。前回の軍艦4隻からパワーアップして、今度は7隻も引き連れてきたんだから、脅す気満々だよな。君たちわかってるよね？って感じだけどなんて返事したの？幕府は相手の申し出を許諾し、日米和親条約が締結されることになったんだ。海外に押し負けて、ついに開国か。
いや、日米和親条約は、下田と函館の港を開放してアメリカの船への補給を認めたものに過ぎないんだ。10年前にも浸水給与令を発令していて、飲料水や燃料の供給を認めているから、あまり現状に影響はないぜ。だから開国とは言えないけども、開国の準備が整ったって感じだろうな。アメリカは、まずはジャブを打って、次にストレートで日本のガードを打ち破るつもりなのかしら。日米和親条約の締結の報告を受けた孝明天皇はというと、ご苦労様って感じだったようだ。天皇は開国に反対してないのね？いや、大反対だぜ。重要な説明なのに言い忘れてたんだけど、孝明天皇は大の外国嫌いなんだ。そうだったの？どうしてまた？何か外人にされたの？理由は定かじゃないけど、孝明天皇は京の都から出たことがなかったからな。得体の知れない外国人が恐怖でしかなく、それが嫌悪に繋がったんだろうぜ。なんとなく気持ちはわかるわ、知らないと怖いもんね。ただ、ある人物を通じて、外国人の振る舞いについて聞かされていたんだ。その人物とは、徳川慶喜の父で、水戸藩の第9代藩主徳川斉昭だ。ってことは、最後の江戸幕府将軍のお父さんか。斉昭は気性が荒く、烈公と呼ばれるほどの人物。しかも、死ぬまで攘夷の許可を貫くと宣言するほど、強固な攘夷論を唱え、ペリーに酒を飲ませて首を跳ねようなんて、暗殺計画を企んでいた書簡が最近発見されている人物でもある。暗殺しちゃったら、開国動向って問題の前に戦争になっちゃうわよ。そんな斉昭からの手紙で、天皇はペリー率いる外国人一行の動向を知らされていたんだ。外国人は傍若無人で、失礼極まりないってな。これを見て、ますます外国人への嫌悪が増したようだぜ。だったら、ご苦労様の一言で済ましちゃってよかったのかしら？怒りそうな気がするけど。さっきも話した通り、日米和親条約は開国とは言えない内容だ。孝明天皇もそれくらい習って、大した問題にしなかったんだろうぜ。一歩たりとも日本の土を踏むな、っていうほどでもないわけね。まあな、天皇自身も時代の流れから、諸外国との関係を完全に断つのは難しいって思っていたそうだし、時計が遺品として残されているんだ。西洋文化を毛嫌いしていたわけじゃないようだぜ。だったら開国になっても、問題なさそうよね。それが、そうはいかないだぜ。1857年にタウンゼント・ハリスが来日し、今度は日米州交通商条約の締結を迫ってきたんだ。日米州交通商条約は、和親条約とは違って、貿易と居住を認めるもの。つまりは、開国することにつながるよな。幕府はどう対応するのかしら？幕府はアメリカにプレッシャーをかけられ、ついには鎖国政策を放棄。朝廷に対し条約調印の直挙、つまりは許可を得ようとしたんだ。さっきの和親条約は、許可がどうって話はなかったけど、実際なかったのよね？ああ、締結しましたって事後報告だけだったな。なのになんで、今回は許可をもらおうとしたの？和親条約で開国しちゃうから？幕府の力が低下していたのが理由なんだろうな。鎖国は幕府が決めたことだから、開国するのも幕府の勝手なんだけど、もはや幕府に開国反対派を抑える力がなかったんだ。反対していたのは、さっきも登場した徳川斉昭が当主を務める水戸藩を筆頭にした攘夷派だな。ハリスも殺そうとしてたかもね。実際そう発言してたみたいだぜ。そもそも、幕府が諸大名の反対の声に耳を貸さなくてよかったんだけどな。ちょっと前に老中の安倍正弘が対外問題にお手上げ状態になって、諸大名や民間に対処法を募集していたんだ。そのせいで、諸大名が政治に口出しされやすくなっていたのもある。意見を募集しといて、うるさいとは言いづらいもんね。そこで、幕府は攘夷派を黙らせるために、天皇の許可を得ようと考えたわけだ。前回の和親条約は事後報告でも反対しなかったし、今回もいけると踏んだんだろう。ってことは、断られちゃった？ああ、孝明天皇は直教断固として認めなかったんだ。もちろん外国が嫌いってのは周知の事実だ。外国人という未知の存在に対する恐怖から拒否したのもあるんだろうけど、理由は諸説あるんだ。中でも有力なのは、内乱を避けるため説だな。どうして開国を許したら内乱になっちゃうの？幕府内でも開国派と攘夷派に意見が分かれているところに自分の直挙によって、幕府は完全に分裂するだろう。そのまま、国を二分する内乱に発展し、国が乱れてしまう可能性が高いって考え、拒否したわけだぜ。自分の返事一つで、国が割れるって、怖いわよね。その他にも、国際情勢から判断し、開国によって日本が被る不利益を想定して拒否したって説もある。開国して、どんな不利益が発生するの？孝明天皇は逐一、幕府から対外関係の報告を受けていたから、国際情勢を把握していたものと考えられている。特に、孝明天皇が危惧していたのが、中国の清のようにならないかってことだ。清はイギリスと貿易を開始した後、アヘン戦争で敗北、その後も内戦が続いていたんだ。
もしかすると、真の二の舞になることを恐れた上で拒否したとも考えられているぜ。もちろん、条約が日本に不利な不平等条約だからなのも拒否した理由になるけどな。まあ、孔明天皇の内心までは記録にないからはっきり言ってわからない。それはそうね。理由はともかく、孔明天皇は通商条約に対し直帰を認めなかった。さっきも話したけど、禁中並びに公家諸法度で、朝廷の政治への介入は制限されていたんだ。今回のは江戸幕府始まって以来、幕府が初めて朝廷に政治的な判断を求めた大事件でもあるんだ。介入しないでって言ってたのが、逆に介入を求めたってことだね。ってことは、幕府の方から介入を解禁したってこと？そうとも言える。ここから朝廷が政治に口出ししやすくなったんだからな。幕府は攘夷派を黙らせるためにしたことが自分たちの権威を下げる結果になったわけだ。許可はもらえないし、パワーダウンだし、いろいろと失敗しちゃったわね。でも、条約の方はどうするの？許可もらえなかったんだから、断るしかないわよね。かと思いきや、圧力に屈した幕府は通商条約に調印してしまった。あらら、それって大丈夫なの？聞かれたから答えた天皇の顔に泥塗ってない？そうなんだ。調印の事後報告を受けた孔明天皇は、自分の意思を無視されたと激怒し、上位するとまで言い出したんだ。もう、わしやめる、って感じかしら。突然のことに朝廷は混乱状態に陥りながらも孔明天皇を引き留めたから、上位は回避できたけどな。天皇は改めて即刻幕府に説明をするよう求め、非難の言葉を記した御朱印書を下している。しかも、水戸藩に対しては、その内容を諸藩に伝えるよう素直に命じているんだ。これを母語の密勅って呼ぶぜ。指示系統をすっ飛ばして、幕府の下にいる藩に命令したんだね。幕府には任せていられないって態度の表れだよな。一方の200年以上保っていた体制を破壊された幕府は水戸藩や反幕府活動者たちに対し処罰を与えたんだ。いわゆる安政の大獄ってやつだ。天皇は処罰できないから、命令された方に罰を与えたわけね。天皇からしたら幕府への怒りのあまり、暴走とも言える行いの結果、多くの人が処罰されてしまったわけだな。それは気まずいっていうか、幕府に対してさらに怒りが増しそう。この一件で、朝廷と幕府の関係は悪化してしまったんだけど、さらに悪化させる出来事が起きるんだ。当時、幕府は外国との関係に悩まされていたんだけど、もう一つ大きな問題があった。それが、次の将軍を誰にするかって問題だ。将軍って言うと、体が弱いのよね？そうなんだ。13代将軍家定は生まれつき病弱な上に世継ぎがなかなか誕生しなかったんだ。そこで早めに次の将軍を決めなきゃいけない事態に陥っていたわけだ。次って、候補はいるの？ああ、徳川慶喜と徳川家茂の二人だぜ。慶喜を推す一橋派の筆頭はたびたび登場する、水戸藩の徳川斉昭だな。いろんな外人の首を跳ねようとする人だね。朝廷も一橋派と同じく、次の将軍には慶喜を推していたんだ。ところが、幕府はここでも天皇の意向を無視して徳川家茂を将軍の座につかせてしまった。これで、朝廷と幕府の関係は決定してしまったんだ。天皇は幕府と一緒にやっていこうって思っていたのに残念な結果になったわね。それに、外国って不安があるのに、そこは一致団結してもらわないと、国民は困るわよ。そうだよな、そういう不満が強まり、怒りの矛先は幕府に向けられるようになる。勝手に条約を調印、将軍も決定した幕府に対し不信感が高まり、尊王攘夷活動が活発化し始めたんだ。何か事件が起きなければいいんだけど、残念ながら起きてしまう。政権を握っていた大老の井伊直弼が、水戸藩の過激派藩士に暗殺される桜田門外の変が起きてしまうんだ。尊王攘夷派の活動に動揺した幕府は、ひびが入ってしまった朝廷との関係を修復しようと動き出した。どうやって握手するのかしら？幕府が考えた末、出した解決策は後部合体策だ。は？合体するの？霊夢が想像しているような、合体じゃないから目をキラキラさせるな。朝廷と幕府が協力して政治を取り行おうってことだぞ。そのために、幕府は孔明天皇の妹和宮近子内親王を将軍家茂の正室に迎え入れようとしたんだ。昔からある親戚関係になって、関係を強く結ぼうってことだね。ところが、幕府からの申し出を孔明天皇は拒否する。なんでよ、幕府と共存しようって考えてたんだから悪い話じゃないでしょうに。孔明天皇の内心はわからないけど、和宮は有栖川の宮垂仁親王と婚約中だったんだ。それに、関東には外国人がいると聞いて拒否していたからだな。ああ、妹の方が嫌って言ったのね。だったらしょうがないわ。でも、もはや窮地に立たされている幕府は諦めきれない。有栖川の宮には婚約を破棄するよう働きかけ再三、将軍との縁談を申し出たんだ。どっちが先に折れるのかしら？折れたのは、孔明天皇の方だぜ。幕府からの申し出に、天皇は侍従の岩倉ともみに相談したんだ。
岩倉が提案したのは、通商条約の取り消しを条件に結婚させるというもの。条約の取り消しって、また鎖国するってこと？そんなのできるの？今更できないのは承知した上で、条件を提示したんだ。幕府としては、そんな条件を飲むわけにはいかないけど朝廷との関係を元に戻し、より強いものにしたい。ならばと、お互いに譲歩して、期限付きで通商条約を拒絶する約束をし、和宮を迎え入れることにしたんだ。そんな駆け引きがあったわけね。でも、よかったわね、朝廷と幕府が手を結ぶ結果になって。特に幕府としては、安心できたかしら。ところが、天皇の妹和宮が将軍に嫁いだことが尊王攘夷派は気に入らなかったようだ。当時の老中が水戸浪士に襲撃される坂下門外の変って事件が起きてしまったんだ。もう幕府が何やっても気に入らないんだろうね。こうして、公武合体がなされたんだけど、開国を進める幕府に反して、孝明天皇の攘夷の気持ちは変わらない。攘夷祈願をするために、京都にある鴨分一致神社や天皇家と徳川家ゆかりの岩清水八幡宮に行幸している。ちなみに、この時に将軍家持ちも、岩清水八幡宮で祈願するため上洛しているんだけど、将軍の上洛は約230年ぶりだったんだぜ。京都旅行にも行かなかったのかしらね。いいところなのにもったいない。そんなことよりも、長年京都に来ることのなかった将軍を来させたことで、天皇の権威が高まったと言える。って、思えたんだけども、長州藩と薩摩藩が手を結んだ倒幕運動が活発化すると、幕府だけじゃなく、朝廷や天皇の権威まで下がってしまったんだ。すると、天皇への不満が吹き出し始めたんだぜ。このままじゃ幕府と朝廷の共倒れになりかねないわね。そんな中、将軍の家持ちが死去。次に将軍の座に就いたのは、吉信だな。先に将軍になれなかった方よね。というより、吉信本人は将軍就任を拒んできた人間なんだ。そんな彼を決断させたのが孝明天皇だった。吉信は天皇より内密に勅命を下されると無下にはできず、15代将軍に就任している。私だったら頼まれなくても将軍やりたいけどね。自らが推す吉信が将軍になったことで、ここから再び公武合体を進めようとしていただろう。ところがその矢先、孝明天皇が突然崩御してしまうんだ。え、急に？って、それが、冒頭で話してた暗殺でってこと？それじゃ、ここからは孝明天皇の死の謎について話していくぜ。孝明天皇は長年、脱行を患っていたんだけどそれ以外は健康だったようだ。なのに急に病で倒れてしまう。病って、何の病なの？1867年1月16日、その日は宮中で神事が執り行われる予定だったんだ。あいにく風邪気味だったんだけど、医師が止めたにもかかわらず出席すると、翌日に発熱してしまう。無理して、風邪が悪化しちゃった？孝明天皇の主治医が熱を抑える薬を処方しても効き目なく、18日になっても回復しなかった。その翌日には、他の医者も呼び出され、数人で治療に当たることになった。ただの風邪じゃない雰囲気ね。ああ、体調は良くならないまま21日になったところで天皇の様子が変わったんだ。天皇の体に吹き出物が現れたんだぜ。それって、もしかして、ああ、症状から医師たちは天然痘だと診断。15人の医師が集まり、24時間体制で治療に専念することになった。治療って、江戸時代ってどんな治療してたのかな？当時の治療法は、塗り薬を塗ったり、漢方を服用したりしたみたいだぜ。それって効果あるの？薬の効果は定かじゃないけど、医師たちの献身的な治療により、天皇は順調な経過をたどり始めたんだ。発疹は嚢胞に進んだ後、膿はできり、かさぶたに変わるだろうと医師たちは安心しきっていた。天皇もそれまでは思いしか口にできなかったのが28日にはほぼ普通の食事を取れるようになっていたんだぜ。ちなみにこの時食べたのは、片栗粉でできたお菓子やおひたし、干し飯1杯と、もろこ白く粒だそうだ。ご飯たくさん食べて元気になってほしいわね。その日の医師の記録には今朝から静かに落ち着いた様子って記され、祈祷を行った僧の日記には峠を越した後は回復を待つばかりと記されているんだ。治療に当たった人々が、ほっとした様子がわかるよな。そうよね、天皇に何かあったら自分たちの首にも何か起きるかもだし。ところがだ、誰もがこのまま回復に向かうと思っているさなか翌日1月29日の夕方に急に体調が悪化してしまう。え？どうしてなの？下痢や嘔吐の症状に苦しみ始めたかと思えば脈が弱まり、手足が冷たくなっていったんだ。医者たちの必死の看病の甲斐なく、天皇は30日の昼に崩御した。35歳だった。まだ若いのに、これからだったのに、残念ね。で、この死に暗殺の疑いがあるのよね。病気のことはよくわからないけど、天然痘で亡くなったんじゃないの？天皇の最後の様子を、大納言の中山忠康がこう書き記している。極血より五脱血。どこかの穴から血が出たってことかしら？ああ、口
穴というのは、人間が持つすべての穴。つまり、両目、両耳、口、鼻、尿道、肛門合わせて9つの穴のことだぜ。怖い怖い怖い。回復に向かっていたのに、急激に悪化したり、その凄まじい最後から毒殺説が囁かれているんだぜ。囁かれるって、そんな天皇のひどい死に様なんて外に漏らさなそうだけど。そうでもないんだ。当時から、朝廷内でも噂は流れていたのはもちろんのこと、日本に来ていた外交官にも伝わっていたんだぜ。孝明天皇崩御の知らせは、兵庫に来ていたイギリスの外交官アーネスト佐藤の耳にも入っていたんだけど、その時のことを、後日こんな風に回想している。天皇が天然痘で亡くなったとのことだが、数年後に事情通の日本人から聞いたところ、毒殺されたそうだ。あらら、ダダ漏れなのね。佐藤はこんな風にも書き記している。孝明天皇は、外国人に対して少しの情報ですら断固として拒否していた。だから、いずれ来る幕府の崩壊により、嫌でも朝廷が西洋諸国との関係を、認めなければならなくなる将来を予見した者に暗殺されたのだ。つまり、孝明天皇が開国を認めなかったからってこと？犯人は誰なの？未だに研究がされているんだけど、暗殺事件の主犯として名前が挙げられるのは、公家の岩倉智美だ。岩倉って、天皇の妹と将軍の結婚の時にアドバイスした人よね？でも、どうして？アドバイスした時の岩倉は後部合体派の人物だったんだ。ところが、尊王攘夷派から命を狙われた挙句に朝廷を追放されてしまった。その後、後部合体を諦め、倒幕からの王政復興を目指すようになっていた。それって、天皇を暗殺する動機になるの？孝明天皇が親幕派だったからな。親幕派の孝明天皇は邪魔でしかなく、暗殺に踏み切ったというのが、動機だと言われているぜ。だったら、天皇が病気で伏してるのをチャンスと見て毒を持ったってことなんだね。ところが、岩倉は天皇の崩御を受けて、かなり驚いていたようなんだ。岩倉が国学者の坂本静江の手紙に仰天驚愕、さらには無念であることも、伝えている。無念って？驚く以外に何か別の思いがあったってこと？岩倉には計画があったのに、崩御により、すべてに書いた餅になったとも、手紙に書いているんだぜ。計画っていうのは、天皇に対し、自分の不徳から、国内の混乱を招いてしまったその責任を背負った上で、政治の一心を担う、という内容の、直を出すべきだと、考えていたんだ。他の計画があったかもしれないけど、王政復興を目指していたからな。どちらにせよ、孝明天皇に期待し、天皇一人による政治の舵取りを願っていたんだろうぜ。期待してたのか、だったら残念があるのは当然よね。ああ、突然の崩御に、悲しみのあまり、木こりになって山にこもるとも手紙で伝えているからな。そこまでショックを受けちゃったの？なんか大げさに聞こえるけど。ああ、この手紙に書かれた心情はカモフラージュで、実は岩倉が暗殺の主犯の可能性も捨てきれないよな。でも、岩倉主犯説には問題がある。さっきも話した通り、崩御した時、岩倉は朝廷から追放されていたってことだ。つまり、宮中に入ることすらできなかったんだぜ。それでも、人を使って毒を盛ることはできるでしょ？できただろうな。でも、大それたことをしたにもかかわらず、岩倉の追放が解かれたのは、もっと後の大政奉還後のこと。天皇を暗殺し、すぐに朝廷へ復帰し、倒幕を目指したならまだしも、天皇の死で得をしたとは言えないんだぜ。暗殺したのはいいけど、その後の計画がうまくいかなかったかもしれないわよね。孝明天皇の死の謎を、歴史研究者が議論を重ねてきたのはもちろん、解明しようと研究する医者もいるんだぜ。そっか、医学的な見地から、わかることもあるもんね。1940年には医師により毒殺されたという論説が発表されたり、その後は天然痘が死因だって発表されたり、最近では2020年にも医学者の見解も発表されているんだ。その、最近の見解は暗殺説なの？それとも病死説のどっちなの？天皇の死因は天然痘ではないって見解だったぜ。天皇は穴という穴から出血し、死に至っているだろ？世界保健機構 WHO が分類する天然痘5種のうち4種がその天皇の症状に該当しないんだ。残る1種の出血型は早期と後期に分かれるんだけど、早期出血型は発熱して6日後には亡くなることが多い。天皇は発熱して10日以上経過し、亡くなっているから早期出血型に該当しない。だったら後期の方？後期出血型はというと、天皇は発疹が嚢胞まで進みかさぶたに変わるだろうと医師たちは安心していたんだ。この症状は、後期出血型にも該当しないんだぜ。だったら、天然痘で亡くなったんじゃないってこと？一時的に治癒に向かった経過までは、出血型じゃなく通常型の天然痘とほぼ一致しているそうなんだ。記録に残っているように出血し最後を迎えたとしても天然痘が直接の死因になったのか疑問が残る。かといって、すぐに毒殺されたとは言い切れないけどな。
そっか、天然痘は怪しいけども、だからイコール暗殺とは限らないもんね。そういうことだな。ちなみに、孔明天皇は、天皇らしく俗世間とは断絶された御所で生活をしていたんだ。御所の外に出ることは滅多にないし、御所の中にいても、ミスって呼ばれるすだれ腰でしか、人と接しない。そんな天皇が、天然痘っていう感染症にかかるのか疑問が残るよな。すだれに感染症予防の効果があるのかも、わからないけどね。孔明天皇が崩御した後、将軍慶喜は水を得た魚のように、次々と開国を進めていく。外国嫌いの孔明天皇っていうブレーキがいなくなったからだろう。家康の再生と評価されるほど、慶喜の本領発揮は目覚ましいものがあった。もしも倒幕派が天皇を暗殺したのなら、逆効果だった。将軍という敵の存在を大きくしてしまったんだからな。でも、江戸幕府は終わっちゃうわよね。そうだな。天皇の座には、当時14歳の明治天皇が月尊皇攘夷派に朝廷は支配され、後に、明治天皇の命により倒幕がなされるんだ。慶喜は、朝廷に政権を返す大政奉還をし約260年間続いた江戸時代が終わった。孔明天皇の死をきっかけに、時代が動き出したんだね。それほど存在感が大きかったってことか。でも、もしそこで亡くなっていなかったらって考えると日本の西洋化はだいぶ遅くなっていたでしょうね。今こうして、動画で孔明天皇の解説をしてなかったかもな。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。天皇陛下ってどの代も大変そうだなーってすごく思うけれど、マリサが個人的に特に大変そうだなーって思った天皇はいる？いるぜ。いろんな天皇がいたけど、特に明治天皇は大変だったろうと思う。ああ、時代の転換期だものね。そりゃ確かに大変そうだわ。でも意外と歴史の授業で習うことの少ない人よね。ここら辺の歴史ってさっと習う程度だからな。じゃあ今日は明治天皇衝撃の事実と謎について紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。明治天皇の生涯。明治天皇は嘉永5年、1852年に孔明天皇の第二皇子として生誕した。幼名を幸宮といい、孔明天皇の祖父である孔覚天皇の幼名でもあった。孔覚天皇は朝廷権威の向上に努めた人物で、孔明天皇は偉大な祖父にあやかろうとしたわけだ。なるほど。おじいさんの名前を継ぐことがあるのね。幸宮は天皇家の慣例に従い、4歳まで聖母中山義子の実家で育てられる。幼少期の幸宮は玩具の木馬を廊下で走り回るなど、活発に遊んでいたそうだ。かわいいわねー。元気な男の子って感じだわ。安政3年、1856年に幸宮は孔明天皇の住む京都御所に移り住む。孔明天皇の第一皇子はすでに皇居して幸宮は次期天皇として養育された。この頃は和歌や習字など、公家的な教育が中心だった。明治天皇の和歌の腕前はどうだったの？幸宮が初めて和歌を読んだのは翌年のことで、以下のものが伝わっている。月見ればかりが飛んでいる水の中にも映るなりけりというものだ。叙情的な内容ね。とても幼い子が読んだとは思えないわ。万延元年、1860年に幸宮は、皇族男子最高位の称号である親王の地位を与えられる。さらに睦仁の意味名を賜り、幸宮ではなく睦仁親王と呼ばれるようになった。親王になると、別の意味名がつくのね。そして元治元年、1864年には急進的な尊王攘夷、つまり君主を尊び、異敵を打ち払うという考えを持つ長州藩の志士たちが、京都の市街地で薩摩会津桑名藩の連合軍と武力衝突を起こす禁門の変が起こる。そうか。今思うと、明治天皇が誕生したのは江戸時代なのよね。この時に睦仁親王の住む京都御所に、不審者が300人ほど侵入する事態も起きた。この時に睦仁親王は卒倒したとも伝えられている。そりゃそうよね。この頃の睦仁親王の年齢を考えると、あどけない少年だものね。慶応2年、1867年、12月25日に睦仁親王の父であった孔明天皇が、37歳で崩御。睦仁親王は慶応2年、1867年1月9日に君主の位を受け継ぎ、天皇となった。ただ幼いこともあり政務は摂政の二条成行が行っている。まだ17歳か。すごく若かったのね。同じ年の10月14日に15代将軍の徳川慶喜は朝廷に政権を返納する大政奉還を行う。翌日に明治天皇はそれを受け、政権は朝廷に返される。慶喜が大政奉還を決断したのは、薩長による倒幕運動を開始する目的があった。ついに朝廷に権力が戻ったわけか。しかし岩倉具視や倒幕派の志士たちは、大政奉還による政権返納に納得せず、12月9日に王政復古の文案を明治天皇に奏上した。そして明治天皇は御学問所にて大名たちに王政復古を宣言し、徳川幕府に代わる新たな新政府の樹立を宣言した。でもそう簡単には政権交代は起きなかった。そうだな。
翌年の慶応4年、1868年1月3日に新政府軍と旧幕府軍による鳥羽伏見の戦いが勃発する。明治天皇は新政府軍に官軍の証明となる御旗と摂刀を与えた。新政府軍は天皇お墨付きの軍となったわけね。鳥羽伏見の戦いは新政府軍の勝利に終わる。しかしその後も、新政府軍との戦争は戊辰戦争として翌年に渡り続くが、明治天皇や新政府たちは新たな政治システムを作るため、次々と政策を打ち出していった。新政府としての体制を整えようとしたわけね。鳥羽伏見の戦いが終わった1月15日、明治天皇は元服した。そして8月27日に、皇位を継承したことを国内外に示す即位の礼が執り行われた。皇位を世界に示すため、式典に地球儀を用いるなどの試みも行われている。へえ、世界に日本の天皇という存在をアピールしたのね。また明治政府は即位の礼だけでなく、同時進行で様々な政策を打ち出した。この一連の政策は明治天皇の申請によるものとされ、明治天皇の詔勅により正式なものとなった。どんな政策があったの？外国人皇嗣と相次いで引見、明治政府の基本方針を示した五箇条の御誓文を提示、明治初期の政治大綱である政体書を提示、明治と改元される、江戸に行幸し江戸を東京に改称するなどだな。今の天皇像の基本的な部分が作られたわけね。目まぐるしい日々だったが、明治天皇は日本の君主にふさわしい存在になるため、毎日勉強に励んでいたそうだ。また年末の12月28日に一条春光皇后に立てている。こんなにたくさんのことをしながら結婚か。大変ねー。新政府樹立後も明治天皇は京都にいたが、政治の場であった江戸とは距離が離れていた。また旧来の公家勢力からの干渉を防ぐため、大久保利通や木戸孝允たちは明治天皇が東京に常駐することを望む。もともとは京都の御所だものね。明治2年、1869年3月28日に明治天皇は東京に移り、それ以降は東京での居住を続けた。明治天皇と新政府軍の距離が近くなることで、両者はより親密に政策を進めていくことになる。そうか。政治の問題もあるけど、軍へ素早く指揮できるのも大事なことだったわけね。明治3年、1870年1月3日には大京旋府の御事の理が明治天皇から発令され、天皇の絶対化が推し進められる。明治政府は明治天皇に対して国家の元首にふさわしい存在になることを望み、明治天皇もそれを受け入れた。国家元首としての天皇か。昔に戻ったというか、新しい形になったというべきか。そして明治政府は宮中改革に着手する。明治天皇の側近は公家出身者ではなく、士族出身者が占めるようになった。さらに国民の規範となるために、要職や要僧を取り入れるようになったのもこの頃からだった。そう考えると、やっぱり今までの天皇とは違う形を目指したわけね。明治6年、1873年には欧米視察に行った岩倉使節団一行と国内に残った政府は、朝鮮に対する外交問題で対立する。明治天皇は政官に反対だった岩倉たちの指示のもと、勅使を出して西郷の朝鮮派遣を決定している。そうか。西南戦争の始まりね。ただこの決断は、西郷隆盛や板垣退助などの重鎮たちが政府から離れるきっかけを作った。明治天皇はかねてから西郷隆盛のことをとても敬愛しており、西郷の辞職は大きなショックだったと伝わっている。西郷隆盛もすごい人だったのねー。やがて日本では士族による反乱が頻発した。明治10年、1877年1月には鹿児島で西郷を名士とした西南戦争が勃発する。明治天皇は2月には征討の御事の理を発布し、反乱軍の制圧を指示した。敬愛する西郷を討てなんて、辛かったんじゃないの？明治天皇は立場的に西郷の討伐を指示せざるを得なかったが、西郷への思いは最後まで変わらなかったそうだ。西郷が自刃した翌日の9月24日に、明治天皇は皇后に西郷隆盛を極大にした歌を歌うことを命じている。本当に敬愛してたのね。どんな和歌だったの？薩摩方沈みし波の朝からぬ始めた外出への哀れさというものだ。この西南戦争を経て明治天皇は君主としての自覚をより持つようになり、臣下の者と談笑の時間を設けるようになった。西郷のような反乱が起きないよう、心を開いて語る場が必要と考えたのかもしれないわね。西南戦争を経て、国内では自由民権運動が盛り上がりを見せる。明治政府は明治天皇を通じて、明治14年、1881年、国会開設や憲法制定を10年以内に行うという国会開設の御事の理を発布する。10年、今の政府に見習ってほしいスピーディーさだわ。さらに明治15年、1882年には、陸海軍の軍人の精神的支柱を確立することを目的とした軍人直輸も可視された。新政府軍といい、やっぱり明治天皇は軍とのつながりが強いわね。
1880年頃から明治天皇は君主の自覚に目覚め、本来の意味での天皇親政を志していた。この頃の明治天皇は薩長土井の人物が要職を占めることに苦言を示すなど、政治の場面にも意見をしている。政府の要人が、幕末に活躍した藩の人物ばっかりになっちゃってるってことね。ただこの頃は自由民権運動が起き、内閣や憲法等が形作られた時代だ。明治天皇は伊藤博文たちと話し合い、天皇は君主として君臨するが、議会政治で政策が決められる国会ゆえの議員内閣制に理解を示していく。天皇が絶対権力を持つのではなく、国民の意見を聞ける議会制にしようってことね。明治18年、1885年には内閣制度が発足し、初代総理大臣には伊藤博文が任命される。明治天皇は翌年に金六条という取り決めを伊藤博文と交わし、天皇親政を事実上放棄した。手に入る権力を手放すなんて、なかなかできることじゃないわよね。明治22年、1889年2月11日には明治天皇から大日本憲法発布の詔勅が発布され、大日本帝国憲法が国民に公表された。東アジア初の近代憲法であり、形式的には明治天皇によって作られた欽定憲法の形をとっている。ワイマール憲法を参考にしたのよね。翌年には近代天皇制国家を作るため、国民の啓蒙を目的とした教育に関する勅語が公布された。勅語は忠君愛国主義と儒教的道徳を規範とし、この頃から教育勅語に基づいた学校教育が行われるようになる。いわゆる教育勅語ね。明治23年、1890年には議会政治が行われ、明治維新に大きな勲功のあった者と議員は激しく対立した。明治天皇は議会政治の場に立つことはないものの、詔勅を発するなどして両者の調停者的役割に徹したそうだ。表には出ないけど、ずっと調整をしてたのね。天皇とは思えない、縁の下の力持ちぶりだわ。明治27年、1894年に日本は清国と戦争を開始した。明治天皇が戦争に反対だったという説もあるが、明治天皇は大本営の指揮に立ち、軍人や国民を鼓舞する役に徹した。内心では戦争を望んでないけれど、議会が進めるのならそれを後押ししたのね。日清戦争に勝利した後、明治天皇は友好関係回復に関する詔書を交付した。さらに日本が勝利に傲慢になり、相手を侮辱せずに友好国の信頼を失うことはしてはならないと述べた。この当時って帝国主義が当たり前の時代でしょ？明治天皇はあくまでも平和な世界を望んだのね。明治37年、1904年には超大国ロシアとの戦争が勃発する。戦局は熾烈を極め、日本軍の犠牲者は8万人から11万人と言われる。この時も明治天皇は戦争に反対しつつも、再び大本営で指揮を取った。そうか。日清戦争の次にすぐに日露戦争だものね。日清戦争の時もだが、明治天皇は戦没者の名前すべてに目を通し、その死を偲んだとされている。なんて優しいの。日露戦争は東郷平八郎による日本海海戦の勝利もあり、日本が侵勝した。極東の中小国に過ぎない日本が大国ロシアに勝利したことは世界に衝撃を与えた。世界から見たら、ついこの間までちょんまげ腹切りの国だったんだもんね。明治維新から30年半ばしか経過していないにもかかわらず、日本は驚異的な近代化を成し遂げていく。だからその指導者である明治天皇は、国内外から大いなる尊敬を集めるようになった。そりゃそうよ。革命後すぐ大国に勝つなんてなかなかできることじゃないわよね。日露戦争を経て日本は列強の仲間入りを果たした。そして明治44年、1911年には、幕末に締結した列強との不平等条約の撤廃に成功した。ようやく日本は悲願を達成したのね。晩年の明治天皇は、糖尿病の悪化と体調の悪化に伴い、歩行も不安定になっていた。明治天皇自身も身体の不調から弱気な発言が増えていく。糖尿病は徐々に体を蝕んでいくからね。そして明治天皇は、明治45年、1912年7月29日22時43分に糖尿病に伴う尿崩症で崩御した。ところが当時の規定では、行為に空白期間があってはならないと定められていたが、次の天皇に位を譲る儀式を行うにはとても時間が足りない。そりゃそうね。そのため、明治天皇の崩御の時間は世間的には2時間遅らせた7月30日0時43分とされた。そして7月30日に義仁親王、つまり後の大正天皇が皇位を継承し、年号も大正と定められた。時間をずらしたのか。最後まで大変だったわねー。明治天皇の功績。幕末の日本では黒船襲来や徳川幕府の求心力の低下などから、尊皇攘夷運動が起こる。明治政府が発足した時、政府は天皇が近代国家の君主として統治する体制を作った。そうね。
政府首脳たちは明治天皇が旧来の公家的な素養を持つ天皇ではなく、国の君主にふさわしい教養や風格を持った天皇になることを望んだ。そして明治天皇もそれを望み、乗馬や陸海軍の閲兵、様々な語学や歴史を学んだんだ。西洋の文化を積極的に取り入れていったのね。さらに西洋文明を国民に啓蒙するため、髷を切り、洋服や洋食を取り入れていった。その努力は実を結び、明治天皇は君主としての素養と風格を身につけた。そんな経緯もあり、明治天皇は国内外から畏敬されるようになる。そうね。今写真を見ても、おひげが堂々として素敵な姿だわ。明治天皇が崩御した時、イギリスやアメリカは当然のこと、世界の裏側のブラジル、さらには敵対していた中国やロシアからも哀悼の言葉が寄せられたそうだ。40年にわたる在位の末、明治天皇は世界規模で尊敬を集めるようになったわけだな。激動の時代でも、天皇として期待された異常の働きをされたのね。とはいえ明治政府は天皇を中心とした国家体制を推し進めたが、実際のところは一連の政策は明治政府が決めていた。そこで政府が定めた政策を実現するため、明治天皇は様々な省局を発布していくわけだな。天皇が出すっていうのが重要だったんでしょうね。ちなみに省局にも種類があり、御事乗りは広く大事を宣布するときに用い、直輸は諭しや戒めのときに使われる。直後は祭祀も総軍事外賓官婚といった御礼に用いられるぜ。あ、そんな違いがあったのか。これはしっかり覚えておきたいわね。明治天皇は西洋の文化や学問を学ぶとともに、儒学に強い関心を持ち、明治天皇に仕える宮中勢力も東洋的な専制君主としての天皇新政を目指していた。これは君主は君臨すれども統治せずという明治政府の構想とは相反するものだった。確かにそうね。ただ1880年代は自由民権運動等の民主主義への声が高まり出した時代でもある。明治天皇の掲げた天皇新政は近代国家のあり方にはふさわしくなかった。伊藤博文は明治天皇と長きにわたり、立憲君主制について話し合いを重ねている。どの形が一番いいか、天皇も加わった話し合いだったのね。そして明治天皇は内閣の方針を理解し新政ではなく、立憲君主制としての立場を受け入れることとなる。そして大日本帝国憲法の制定につながるわけね。明治後期に日本は日清戦争と日露戦争という大規模な戦争が勃発する。明治天皇は日本軍における大元帥の立場であったため、大本営で直接戦争指導に当たった。近代戦の指導をするって、すごい話よね。明治天皇は兵たちと苦楽を共にするという信念のもと、暖炉もない殺風景な部屋で立って政務を続けていた。特にそんな明治天皇の名采配が日露戦争における旅順攻略戦だ。有名な戦場ね。ロシアの要塞である旅順の攻略は難航を極め、多数の死傷者が出た。国内では陣頭指揮を取った乃木マレスケ陸軍大将の更迭論も浮上したが、明治天皇はそれはならぬ。もし途中で変えたら、乃木は生きていないだろうと、乃木をかばったとされる。乃木を最後まで信じたのか。乃木はその言葉を聞き、気持ちを奮い立たせる。旅順攻略戦は1万5000以上の死者を出すものの、日本側が勝利した。日露戦争で日本が勝利できたのは、明治天皇と軍人たちによる深い絆があったことは間違いないだろうな。とかく人情に熱い人だったのね。明治天皇の正妻や側室。明治天皇には一人の皇后の他に4人の側室的な立場となる女性がいた。明治天皇は彼女たちとの間に5男10女を設けるものの、多くが夭折し、成人したのが1男4女となっている。まだ側室の文化が残ってたのもすごいけど、まだまだ子供の死亡率は高かったのね。だから後に大正天皇となる義仁親王も幼少期に何度も大病を患うものの、なんとか回復して成人となっている。側室の文化は明治天皇が最後なの？そうだ。明治維新を迎えた時、欧米列強はキリスト教の価値観にのっとり一夫一妻だった。明治天皇は一夫多妻制だった最後の天皇でもある。ただ側室が大正天皇を授かったことを考えると、側室という制度は意義があったのかもしれないな。まあ子供の死亡率が高い限りは、後継ぎ問題を解決するためにも必要ね。明治天皇の死因。明治天皇は1912年7月29日に糖尿病に伴う尿崩症で崩御した。明治天皇は1904年に糖尿病と診断され、病は徐々に体を蝕んでいた。明治天皇が高熱で倒れたのは7月19日でしたが、数日前から意識障害などの症状が見られていたそうだ。糖尿病はやっぱり怖いわねー。どうして糖尿病になったの？お酒が好きだったからという理由があるな。ああ、お酒はよく言われる原因ねー。糖尿病になってからは日本酒を飲む量は減ったが、健康増進のため、ワインを飲むことはあったそうだ。あまり変わりはないわねー。当時の宮中は病や死などの汚れを日常生活に持ち込めないという慣例があった。
そのため明治天皇は寝室で静養ができず、常の御座所という今が臨時の病室となった。また看護できる旅館も身分による制限があったそうだ。でも当時なら今ほどじゃないとはいえ、糖尿病の治療法もあったんじゃないの？ところが明治天皇は大の西洋医嫌いで、重症になるまで注射等の治療は行われなかった。28日に痙攣などの症状が見られた時、一条春子の許可でようやく一連の西洋医学が導入されている。そこは西洋嫌いだったのか。もっと早く治療に踏み切っていたら、また変わったかもね。明治天皇のエピソード1は、明治天皇はとても質素で倹約家だったと言われている。どんなに寒い日でも暖房は火鉢一つだけで、秘書や士官も、自分が出かければ莫大な人手と経費がかかることを理由に拒んだそうだ。宮中の華やかな生活を知っていただろうに、すごいわねー。日用品でも、すずり箱は何十年と同じものを、炭は手に墨汁がつくほど少なくなるまで使用していた。また、タバコの火でボロボロになったテーブル掛けですら、取り替えることを許さなかったそうだぜ。徹底してるわね。鉛筆はどんなに短くなっても、使えるまで使い、いつも新品ではなく、古いものをわざわざ修理して履き続けた。また書類などを分類する箱も、三越で購入したシャツの空き箱を使っていたらしいぜ。箱を使う？世のお母さんみたいな感じで、すごく可愛らしいエピソードね。さらには大正天皇の皇太子時代に完成した東宮御所を見て、明治天皇は贅沢だと不機嫌になったそうだ。設計者の片山藤熊は、これに大変ショックを受けたと言われている。あら、それは気の毒ではあるわね。そんな東宮御所は現在、迎賓館赤坂離宮として一般公開されている。あ、なら、少しかわいそうな遠くまの対策も、今の私たちでも見ることもできるのね。また明治天皇は自らを厳しく律することで、天皇としての威厳を保とうとしていたが、そこには国民と共に生きるという強い思いがあった。それが日清日露戦争の時に明治天皇が取った行動からもわかる。どんな風だったの？日清戦争が始まると、明治天皇は大本営に自ら赴き、大本営が広島に移った後も現地で指揮を取った。その際、大本営に蚊帳を吊ることを禁じたんだ。蚊の襲来に耐えることで、少しでも戦地の兵隊と苦難を共にしようとしたわけだな。やんごとなき方の血を吸うか。蚊にとってもすごい経験ね。さらに日露戦争が始まると、ストーブの使用を止めてしまう。そして季節が夏になり、暑い日が続いても軍服を脱がずに政務に当たった。ただ鉄道局からもらった小さな扇風機だけは使っていて、最小限の量は取っていたようだ。さすがに熱中症で倒れちゃったら困るもの。また明治天皇は、半端ない記憶力も有名だ。陛下の前ではごまかしが効かないと大臣が冷や汗をかくほど、明治天皇の記憶力はズバ抜けていた。へえ、羨ましいわねー。一度聞いてみたことは、決して忘れないし、書類には必ず目を通して疑問点を書き入れ、内容を暗記して次の書類と違いがあれば注意して叱責したそうだ。さらには庭の水音の流れが昨年と違うことまで指摘したそうだ。もはや人間技とは思えないわね。そんな日の打ちどころのない明治天皇も、周囲の人にあだ名をつけるお茶目な一面があった。皇后や旅館たちのことは自分が考えたあだ名で呼び、春子皇后は、鼻が高いという理由から天狗さんと呼んでいたそうだ。かわいい。皇后との関係尊い。また明治天皇は無類の刀剣愛好家としても有名で、東北巡行で上杉家に立ち寄った時、上杉謙信以来の数々の名刀に夢中になりすぎて、翌日の予定が中止になってしまった。確かに上杉家はすごいものがたくさんありそう。そしてその話を聞いた九大名家が刀剣を、と次々に刀剣を献上したことで、明治天皇の元には数多くの刀剣が集まり、これらは後に、東京国立博物館に収蔵された。名刀の散在を防ぐことができたのと、国宝に刀剣の比率が多いのは、明治天皇の功績と言えるかもしれないな。日本の名刀が海外に流れるのを防げたわけね。実は明治天皇はタラ、ヒガイ、アユなどの川魚は大好きだったが、刺身が大嫌いだったので貝魚や海苔は絶対に食べなかった。川魚の中でもヒガイは特に大好物で、あまりにも多く食べたことから、ヒガイは漢字で被害と書くようになってしまったそうだ。川魚好きか。今の上皇陛下にも受け継がれていそうな話ね。食事で言うと明治天皇は鴨肉を好んで食べていたが、奈良時代に聖武天皇が出した肉食の禁が解禁されたことで、牛豚羊などの肉も進んで食べた。また朝食には必ず牛乳を飲んでパンを食べ、国民の食生活に新しい意識変化を促そうとしたそうだ。食事も西洋のものをガンガン取り入れていったのね。また、実は歴代天皇として初めて、太平洋と富士山を見たのは明治天皇だ。これは歴代天皇は京都の外へ出ることは、ほぼなかったからだ。意外だわ。1868年9月、明治天皇は京都から、
岩倉智美や木戸孝義らを含む3000人以上の者たちを連れて、東京に向かった。そして10月には浜名湖近く、宿の潮見台から太平洋を、さらに大井川の金谷台からは富士山を見ている。やっぱり私たちが感じるように、感動したのかしらね。そんな明治天皇もたたりを恐れた、という逸話が残っている。それはかつて、天皇家を呪いながら亡くなった天皇家出身の崇徳上皇だ。どんな天皇だったっけ？崇徳上皇は保元の乱で敗れ、讃岐に流された人物だ。その入る先で行った写経を寺に収めてほしいと後白河天皇の元へ送ったが、後白河天皇は、呪いが込められているのではないか、と受け取りを拒否した。あらら。すると崇徳上皇は大激怒し、舌を噛み、返された経文に血で呪いの言葉を書いたそうだ。さらに食事を拒み、髪や爪も伸ばし放題になり、天皇家に対する呪いの言葉を唱え続けて亡くなったらしい。怖すぎるわ。すると崇徳上皇の死後、平氏政権が誕生し、さらに源頼朝が鎌倉幕府を開いている。つまり朝廷が武士に政権を奪われたわけだな。これを崇徳上皇の呪いだ、と当時の人々は信じていたわけね。それから約700年後、ようやく政権が幕府から天皇に移ることになった。そこで明治天皇は崇徳上皇の命日に、香川県の御所に勅使を派遣し、上皇のたたりを鎮め、自身の政権を守ってもらえるように祈願したということだ。呪いは怖いもの。念には念を入れときたいわよね。明治天皇にまつわる伝説。孝明天皇の指導もあり、明治天皇は和歌に対する深い素養があった。生涯に詠んだ歌は実に9万首あるとされ、戦争に対する悲しみや憂いを込めた歌も残している。9万？さらに明治天皇は日本の残すべき文化は残し、海外の取り入れるべき文化は取り入れるという柔軟な思考を持っていた。だから和歌や蹴鞠等の日本の古き良き伝統を絶やさぬよう、その保全に努めている。それは素晴らしい話ね。ただ9万首を読むには、5歳から1日16時間起きていて、3.5 時間に1句読むことになるので、かなり水増しされているという説もある。実際、世の中に公表されている和歌は8900ほどなんだ。まあ、ちょっと盛っちゃったところもあったのかもね。1894年に日本は清と開戦することが決まる。その際に、伊勢神宮と孝明天皇陵に報告の勅使をすることが提案されるが、明治天皇はそれをきっぱりと拒否し、格のごとくもともと不本意ながらの儀なれば、恐れながら神明へ申し上げ候ことは、はばかるべし、と述べた。やっぱり戦争は反対だったのね。なぜ明治天皇が戦争に反対したのかは不明だ。神が明治天皇の敬愛する儒学を生み出した国だった。戦争は多くの命を失うし、多くの税金が垂れ流されるなど、様々な感情が渦巻いていたのかもな。ある意味時代を先取りしていたのかもね。もちろん日露戦争の時も、明治天皇は戦争に反対している。有名なのは日露戦争開戦時に読まれた、世物海、皆腹からと、思うように、など波風の、立ち騒ぐらむという歌だ。四方の海にある国々は皆兄弟だと思っているのに、どうして波風が立ち騒ぐのだろうかという感じかしら。二つの戦争を経て偉大なる君主と呼ばれた明治天皇だが、心の内は平和という思いで溢れていたのかもな。そうね。そうであってほしい気持ちもあるわ。偉大なる君主と称される明治天皇だが、即位前後のあまりの性格の違いから、別人という説がまことしやかに囁かれている。父親である孝明天皇は病死ではなく毒殺で、睦仁親王も暗殺されたというものだ。特に即位する前後で、残されている写真や人物像が違うと言われている。霊夢はどう思う？確かに、言われてみればちょっと違う感じもするけど、写真自体がぼんやりしてるしな。しかし、そもそもの人物像が変わって、明治天皇に仕えていたものは騒然となったとされている。つまりすり替え説は当時からあったとも言われているわけだ。どう変わったの？即位前は、内向的なインドア派で、利き手が右利きだった。また乗馬は下品と思っていた。さらに字が下手だったそうだ。即位後は体格のいいアウトドア派で、利き手が左利きになり、乗馬と相撲が大好きだった。また字も上手だったそうだ。性格は即位前はインドア派だったのに、即位後は活発なアウトドア派。即位後に字が上手くなったり、そもそも利き手が変わったり。これが本当ならすごい違和感ね。ちなみに、すり替わって明治天皇となったのは、大室虎之助だと言われている。大室虎之助は、後醍醐天皇の作った南朝の子孫だ。南北朝時代ね。そもそも明治天皇を中心とした新政府のもとには、倒幕の理由である尊王思想があり、正統な天皇家ということは大事だった。そして歴史を遡ると、室町時代の後醍醐天皇に行き着く。後醍醐天皇が作った南朝が正統で、その南朝の子孫が大室虎之助ってことね。
明治天皇も、後醍醐天皇に忠義を尽くした楠木正成の銅像を作り、南朝こそが正統と結論付けている。え。じゃあ、すり替え説に関する真相は謎に包まれているが、完全にデタラメとはまだ言えないかもしれないな。ちょっとそれは今後が気になるわねー。どうだった霊夢。激動の時代を生きてきたのに、勉強家だったり素早く時代にマッチしたり、すごい優秀な人だわ。それなのにいろんなお茶目エピソードが残されているのもいいよな。そうなのよ。すごく魅力的な人物だわ。もっと教科書で扱ってほしいわねー。まだ歴史が浅い部分もあるからな。まだ時代が進んだら、いろんなことが学べるようになるかもしれないぜ。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、開国してからの日本って激動の時代を歩んできたよね。そうだな。明治時代は幕末の動乱期から近代国家へ大変革を遂げ、大国ロシアを下せるまでに至ったし、昭和時代も第二次世界大戦、戦後復興、そして高度経済成長と日本が激動した時代だったな。ちょっと待って、明治と昭和の間には大正時代ってあったよね？大正デモクラシーって聞いたことがあるわよ。ああ、そうだ。ただ、大正時代は15年と短かった上に、前後が明治と昭和だけあって印象が薄いのかもな。つまり、大正天皇って15年しか即位していなかったってことかしら？そういうことだぜ。だから、大正天皇は明治天皇や昭和天皇と比べてあまり取り上げられることが少ないんだ。なるほど。そう聞くと、大正天皇がどんなお方だったのかかなり気になっちゃうわ。お、興味を持ってくれたか。じゃあ今回は、大正天皇について詳しく解説するぜ。わかったわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、大正天皇とは、大正天皇は1879明治12年に明治天皇の三男として生誕し、1912明治45大正元年に第123代天皇として即位したんだ。三男なのに天皇として即位したの？そうなんだぜ。明治天皇は15人の子を授かっているんだけど、そのうち巫女となる男児は5人、他の4人の巫女は死産や養生してしまったんだ。そうだったの。徳川将軍家もそうなんだけど、高貴な身分の子は養生するケースが多いらしいし、明治時代になったとはいえ当時の医療水準なんて今とは比べ物にならなかったからな。そんな大正天皇が君臨していた大正時代は、第一次世界大戦やそれに伴う景気の乱高下、さらには未曾有の大災害とも言われた関東大震災が発生した一方で、政治社会文化では大正デモクラシーと呼ばれるような、自由主義的な運動や風潮、主張が流行した時代でもあったんだぜ。大正デモクラシーって、そういうことだったの。さて、大正天皇は庶民にも気さくに話しかけたり、身分を隠して地元の人たちと食事をするなど、人間味あふれた性格だったんだ。外国でも時々いるけど、国民から愛されそうなタイプだね。大正天皇の性格があったからこそ、自由主義的な時代になったのかもしれないわ。その可能性もあるかもな。しかし、戦前の日本では天皇は国の元首として君臨していたから、天皇のあるべき姿として強い天皇が求められたんだ。そうなると、大正天皇は求められる姿とは離れていることになるわね。しかも、父の明治天皇は強い天皇を象徴するような天皇だったからな。よく明治天皇の写真を見かけるけど、あの写真って強い天皇感が半端ないって。そんな偉大な明治天皇の権威を受け継ぐことが求められたから、大正天皇は幼少期からいろいろ苦労していたんだぜ。天皇に限った話じゃないけど、父親がすごいとこに相当プレッシャーがかかるよね。在位15年のうち、公務を取っていたのは10年しかなかったと言われているんだけど、これはプレッシャーに押しつぶされてしまった結果かもしれないな。プレッシャーが大きなストレスになっていた可能性が高そう。それじゃあ次から、大正天皇の生涯について解説していくぜ。2、少年時代。さっきも言ったけど、大正天皇は1879明治12年8月31日、明治天皇の第三皇子として生誕したんだ。生母は明治天皇の側室柳原鳴子で、9月6日には春宮義人親王と命名されたんだぜ。ちなみに、春宮は御称号、義人は意味な、そして親王は真意を表しているんだ。御称号は通常、意味なプラス真意と同時に用いられることが少なく、御称号の春宮または意味なプラス真意の義人親王のどちらかを用いることが多いんだぜ。ふむふむ。この動画では、天皇に即位するまでは意味なの義人で呼ばせていただくぜ。義人出産時、柳原愛子は体調が悪かったこともあってヒステリーを起こしてしまい、なおかつ難産となってしまったことから、義人は虚弱な状態で生まれたんだ。生まれた時から大変そう。しかも、9月から11月にかけて断続的に嘔吐や痙攣などに襲われたほか、生後1年以内に髄膜炎を患っており、かなり危険な状態に陥っていたんだぜ。そんな状態から成人できただけでもすごいと思うわ。
そんな状態にありながらも、当時の皇室の伝統に従って12月には里子に出されたんだ。そして、祖母の中山義子を中心に義人の養育が行われたんだぜ。母じゃなくて、祖母に育てられたのね。ああ。ただ、義人の健康はなかなか良くならなかったんだ。そこで恵子は主治医に相談し、強い漢方薬を頭に貼るという荒治療を行った結果、なんと義人の体調が改善し、3歳になってようやく歩けるようになったんだぜ。結構な荒治療だし、本当に効果があったのか気になって仕方がないわ。一応体調が改善しているから、それなりに効き目はあったんだろうな。さて、体調が改善した義人は天皇になるため、終身と呼ばれた道徳教育や習字といった教育を、幼少期から強いられることになったんだ。また、体調が改善したとはいえ小学校入学の年齢になっても病気がちだったため、御所内で個人授業が行われるようになったんだぜ。小学校には入れなかったのか。ただ、1887明治20年9月からは学習院予備科のちの初等科に通い始めたんだ。学習院ってよく皇族関係の学校として聞くよね。そうだな。ただ、義人は入学後に100日咳にかかってしまい、3ヶ月間学校を休んだ結果、留年しているんだぜ。虚弱体質だと学ぶのも大変だよね。ちなみに、この頃の義人の成績は終身読書作文理科習字体育が良好で、消化は平均的、そして数学はあまり良くなかったらしいぜ。体が弱くても、体育の成績は良かったのが意外だわ。また、有名な話だけど義人の入学祝いとして、伊藤博文が箱型の通学カバンを献上しているんだ。このカバンが、今のようなランドセルの始まりだと言われているんだぜ。あら、そうなの。3、皇太子に。1889明治22年11月3日、義人は皇太子であることを内外に宣明する。立太子の礼を行ったのと同時に、陸軍歩兵少尉に任官されたんだ。突然陸軍が出てきたわね。当時の日本は欧米列強に負けないように富国強兵が推し進められており、天皇には大日本帝国陸海軍の大元帥として軍事的な知識も求められていたから、皇太子となったことで義人の周りにも軍事色が強くなっていくんだぜ。何か、義人には合わなそうな気がするわ。確かに、身の回りの世話から旅館が排除され、軍人に囲まれる生活を送るうちに、義人は次第に精神的肉体的に不安定となっていったからな。やっぱり、1893明治26年には学習院初等科を卒業して中等科へ進学したものの、翌1894明治27年8月、中等科1年終了をもって退学してしまうんだ。1年で退学って、何かあったのかしら？義人は病気で長く休み、留年したこともあるために勉強が遅れていたんだ。そんな状態で進学すると劣等感が強まってしまい、君主にふさわしい性格を育成できなくなると、周りが判断したからなんだぜ。なんとなくわからなくはないけど。そして、勉強の遅れを取り戻すために個人授業が始まるんだけど、義人にとってこれはかなり過酷なものだったんだ。というのも、当時は詰め込み教育が当たり前の時代で、ほぼ休みなく詰め込み教育が行われたんだ。しかし、それによって義人の健康がさらに悪化し、病で寝込むという悪循環に陥ってしまったんだぜ。こっちの方がもっと劣等感とか強まってしまいそう。ただ、義人に救いの手が差し伸べられるんだ。1898明治31年、当時の総理大臣である伊藤博文がある提案を明治天皇にしたんだ。ある提案？義人に関して、何よりも健康増進を最優先としながら、政治や軍事などの見識を持たせるために、適当な人物を側近にすることを進言したんだぜ。命大事にってところだね。こうして、伊藤内閣で初代陸軍大臣を務めた大山巌や、明治天皇の信任が扱った有栖川宮武仁親王が、義人の側近となったんだ。有栖川宮、名前からして、皇族だよね。その通りだぜ。また、皇族として最初に海軍に就いた方でもあるんだ。陸軍と海軍双方の要人が側近となったのね。でも、これで義人の健康状態は改善したのかしら？1899明治32年5月、有栖川宮武仁親王は義人の教育を一任されると、それまでの詰め込み教育を改めて進言通り健康第一へと転換させたんだ。これで義人の負担はだいぶ軽くなったんだぜ。それならよかったわ。4、結婚。さて、皇太子である義人にはもう一つ重大な仕事があったんだ。一体何かしら？それは、天皇家を後世につなげることだぜ。つまり、結婚して子を残すってことね。学習院在学中の1891明治24年頃から皇太子選びが始まっており、1893明治26年5月には皇族の伏見宮幸子女王が皇太子妃として内定したんだ。しかし、1898明治31年になると天皇の爺が幸子女王に肺病の疑いがあると、
発言したため、翌1899明治32年3月に婚約内定が取り消されたんだぜ。体が丈夫じゃないと健康な子が産めないからかしら？そういうことだぜ。でも、子を残すだけなら一夫多妻制や側室とかを設けてもいいんじゃないの？それじゃあダメなんだ。というのも、当時の時代背景がかなり重要だからな。時代背景？当時、列強はほぼキリスト教の国で、列強各国ではキリスト教の倫理観として、一夫一妻制が当然だったんだ。江戸時代は側室は当たり前だったけど、明治になって列強が率いる近代国家の仲間入りを果たすために、列強に寄り添ったものに変わっていったんだぜ。だから、日本が近代国家の仲間入りをするために、国の元首が一夫一妻制を導入する必要があったんだ。なるほどね。近代国家であることを示すために、天皇や棺の巫女は一夫一妻制じゃないといけなかったのか。だから、どうしても健康的な子を産める日を選ぶ必要があったんだぜ。改めて日の検討が進められた結果、体が丈夫で性格に難がないことなどから、公爵の娘である九条貞子が皇太子妃に内定すると、1900明治33年に二人は結婚し、九条貞子は婚礼に従って帝名皇后となると、四人の男児が生まれたんだぜ。四人も？かなり子沢山に恵まれたわね。もちろん、四人のうちの一人に昭和天皇がいるんだ。1901明治34年4月29日、後に昭和天皇となる道の宮博仁親王が生まれたんだ。明治天皇は義人以外の男児は成人できなかったが、四人の巫女たちは皆健康に育ったし、四男の住宮隆仁親王は2016年に100歳で崩御されたからな。100歳だなんて、かなりご長寿だったのね。話は少し進むが、義人は生まれた息子たちとかなり仲が良かったんだ。忙しい時でも週1回は家族団らんの時を過ごし、時には帝名皇后のピアノに合わせて、息子たちと歌うこともあったんだぜ。優しいお父さんじゃない。霊夢の言う通り、義人は家族思いで子煩悩な父でもあったんだ。日本の元首としての強い姿よりも、優しい父親でありたかったのかもしれないな。天皇即位。話は結婚後の1900明治33年に戻るが、さっきも言った通り義人への教育は、詰め込みから健康最優先へ転換したんだ。確か、アリス川の宮武人親王の方針だよね。ああ、そうだ。アリス川の宮は義人の健康な身体や精神を育成するため、地理歴史で習った場所を実際に見学するという名目で、長期的な地方行刑を発案したんだぜ。当時、皇太子が地方行刑を行う際は県民総出で歓待することが普通だったんだけど、それだと義人が皇太子であることを強く自覚し、必要以上に萎縮してプレッシャーを感じてしまう、とアリス川の宮は考えたんだ。だから、習った場所を見ることを目的とすることで、アリス川の宮は県民総出で歓待することを禁止したんだぜ。義人のことをすごく親身に考えてるわね。ところで、どこへ行ったのかしら？10月から12月にかけて福岡佐賀長崎熊本と下関を行刑し、1902明治35年5月から6月にかけて群馬長野新潟茨城を行刑しているんだ。さらに、1903明治36年10月には和歌山香川愛媛広島岡山も行刑しているぜ。結構いろんな県を訪れたのね。そしてアリス川の宮の目論見通り、これらの地方巡刑で義人の健康が回復し、学習の効率も上がったんだ。おお、よかったじゃない。それだけでなく、各地方の新聞社は行刑に来た義人皇太子一家の写真を掲載して記事にしたことで、皇室を国民に身近な存在とすることに大きな効果があったんだぜ。思わぬ効果もあったのね。ただ、軍事面での勉強や経験は遅れをとっていたんだ。1904明治37年に日露戦争が勃発すると、義人を大総督とする陸軍大総督府を、大陸に設ける案が立てられたんだぜ。そしてこの案に、義人は結構乗り気だったらしいんだ。軍事的なことにも関心があるとは、これも行刑のおかげかしら。ただ、義人が大総督になると指揮系統が混乱する、と桂太郎首相や寺内正岳陸軍大臣が反対。結局、この計画は実現せず戦争が終結したんだぜ。本人も乗り気だった分、なんか惜しいわね。確かにそうかもしれないが、日露戦争は大国との初めての戦争だった上に総力戦だったから、義人に軍人としての経験を積ませる余裕はなかったんだ。そう言われたら、仕方がないのかも。そんな日露戦争は日本の勝利に終わり、日本は晴れて列強の仲間入りを果たすんだ。また、義人とは異なり明治天皇は最高統帥機関である大本営で直接指揮に当たっていたんだぜ。やっぱり父がすごすぎるわ。さて、日露戦争終結後も義人の行刑は続き、1907明治40年には韓国に赴くんだ。これは韓国統監であった伊藤博文が計画したもので、日韓の親睦を深める目的があったんだぜ。
ただ、当時は韓国の治安が悪化していたこともあって明治天皇は難色を示したものの、伊藤が説得したことで決定したんだ。明治天皇を説得できる伊藤博文もすごいわね。義人は1907年10月、有栖川の宮や東郷平八郎、桂太郎前首相などを連れて韓国を訪問。かなり豪華なパーティーじゃない。で、親善の効果はあったのかしら？割とあったらしいぜ。義人は大韓帝国の初代皇帝であり、先代皇帝である高宗と面会したほか、大韓帝国皇太子の李銀と意気投合したんだ。同じ皇太子同士、気があったのかな。義人は李銀と親しくなるため、韓国語学習を開始。勉強は晩年まで続き、流暢に韓国語を話せたらしいぜ。流暢に話せるようになったって、かなりすごいじゃない。もしかしたら、義人には語学の才能があったのかもしれないんだ。義人が生涯に読んだ和歌は456首、漢詩は1367首に上るんだ。漢詩の量は歴代天皇の中でも圧倒的で、2位の後光明天皇ですら98首なんだぜ。桁が2つも違う。圧倒的すぎる。一方、和歌は明治天皇の約9万首、昭和天皇の約1万首には遠く及ばないけど、質では義人の歌が一番いいと言われているんだ。強い天皇というよりは、文才に秀でた天皇だったってことね。帰国後、東北6県を行啓すると、行啓していない地域から相次いで請願を受けたんだ。それらの地域への行啓を続けたところ、義人は沖縄県を除く全国を訪問したんだぜ。義人全国ツアーってところか。ちょうどこの頃、日本は幕末に結んだ不平等条約を撤廃することに成功。明治天皇の下で日本はアジアの一大国へと上り詰めたんだ。ただ、世代交代の波は否応なく訪れる。1912明治45年7月29日夜、明治天皇が糖尿病に伴う心臓麻痺で崩御されたんだぜ。ということは、とうとう義人が天皇になるわけだね。その通りだぜ。6、大正天皇。ここからは義人ではなく大正天皇と呼ばせていただくぜ。明治天皇が崩御された翌日、7月30日午前1時に遷祖し、大正と改元したんだ。8月1日には朝見式が執り行われたものの、大正天皇は直後朗読中に言葉に詰まり、落ち着きがなかったために情けないと涙を流す侍従もいたらしいぜ。そりゃリハーサルもなかったら誰だって緊張するでしょうに。また、皇太子時代には夜に一人で散歩に出かけたり、身分を隠して現地の人々と食事をしたりと、気ままな生活を送っていたんだけど、そんな生活は終わりを告げ、大正天皇は公務に追われるようになるんだ。自分の好きなようにのびのびとできないのは、心身ともに悪そうね。さて、大正天皇は行啓を経て人間らしさを取り戻したものの、明治天皇が持っていた政治力や強い天皇としてのノウハウは学べなかった。だから、大正天皇の政治力は即位前から不安視されていたんだぜ。徳大寺実則内大臣兼侍従長と渡辺千秋宮内大臣は明治天皇崩御直前の7月26日に昭憲皇太后と面会し、大正天皇の補佐をしていただきたいと依頼しているんだ。ただ、昭憲皇太后は女性が政治に関わるべきではないという、明治天皇の意思を守りたい、という理由で断っているんだぜ。そんなこともあったとは、知らなかったわ。また、明治天皇崩御直後には西園寺金持首相が元老の山形有朋と共に謁見し、西園寺が大正天皇へ政治に関する苦言を呈すると、大正天皇が十分に気をつけると返答するやり取りもあったんだ。そんなこと言われたら、余計自分は向いてないって気にしちゃうって。さらに、当時の天皇にはバランス感覚も求められたんだぜ。バランス感覚？明治天皇は元首とはいえ、国内のすべてのことを司っていたわけじゃないんだ。この時代は幕末に活躍した元老や明治政府が実質的な政治を行っており、そんな状況の中で明治天皇は彼らの方針に賛成しつつ、必要なことは提言をしていたんだ。つまり、政府の操り人形にはならず、独裁者にもならない範囲での権限を持つ、という意味でのバランス感覚ということだぜ。これもかなり神経がすり減りそうだよ。大正天皇はしっかりこなせたのかしら？案の定、即位直後から色々とやらかしてしまっているんだ。1912大正元年11月、大正天皇は桂太郎内大臣に突然元帥任命を打診。どうやらこれは思いつきだったらしいんだ。思いつきって、何か悪いことにならなければいいけど。ただ、当時は生涯現役制の元帥になると政治に関われなかったため、首相に復帰する野心を秘めていた桂はこれを拒否しているんだぜ。それじゃあ、天皇の面目丸つぶれじゃない。いや、それだけで済まなかったんだ。なんと大正天皇は、桂の言いなりとなってしまうんだぜ。天皇を言いなりにするとか、天皇の権力を利用して独裁まがいなことをされちゃうって。霊夢の言う通り、12月に桂が総理大臣になると、大正天皇は桂の言う通りに直後乱発したんだ。
絶対的権威を誇る直後を利用し、天皇の意を借りて権力を誇示するカツラに国民の不満が高まり、1913大正2年2月、カツラ内閣は国民の暴動によって総辞職するんだぜ。思いつきが暴動にまで発展してしまったのね。その後、5月には風邪をこじらせ肺炎を患ってしまい、9月まで静養。やっぱり公務が負担になっていたのかしら。心身ともに公務によってすり減っていたかもな。他にも、1914大正3年に山本権兵衛が総理大臣を辞任する際、大正天皇は当初、元老が次の総理大臣を決めることを承諾したんだ。にもかかわらず、大正天皇は山本に対して辞任を取りやめるよう発言しているんだぜ。そんなことしたら、また混乱しちゃうじゃない。確かに混乱はしたんだけど、それよりも悲しいのは誰も大正天皇の言葉に耳を傾けなかったことなんだ。山本はかねてから大正天皇の政治力に疑問を抱いており、たとえ大名でも国家のためにならなければ従わない方が忠誠を尽くすことになる、と考えていたんだ。だから、山本は予定通り総理大臣を辞任し、次期首相として山形有朋を推薦したんだぜ。明治天皇だったら、こんなこと起こる気がしないのが余計に。ね。そして山形も、これを受けて大正天皇によって組閣が命じられたにもかかわらず、山形はこれを断った上に、大正天皇に還元しているんだ。誰も従ってくれないだけじゃなく、注意されるなんて私ならもう投げ出したくなっちゃうわ。そんな大正天皇は、1918大正7年末に風邪をひくと、この頃から体調の悪化が著名に出るんだぜ。1919大正8年10月の海軍大演習では文字を読むことができず、直後を代読してもらっているんだ。え？文字を読めないって大丈夫なの？同年12月の帝国議会開会式では、直後朗読の練習を行ったもののうまくいかず、前日になって出席が中止されたんだぜ。かなり深刻じゃない？翌1920大正9年3月、宮内省は大正天皇の体調悪化を公表。ただ、体調悪化は神経痛などと公表され、言語障害や身体の傾斜といった、真の病状に関しては公表されなかったんだ。身体の傾斜って、こんな状態だと政務なんてこなせないよ。霊夢の言う通り、この状態では政務は取れないと判断されたため、1921大正10年11月25日に皇太子裕仁親王、つまり後の昭和天皇が摂政として実質的な政務に就くんだぜ。昭和天皇って、天皇に即位する前から政務についていたのね。そうなんだぜ。ちなみに、摂政が政務に使用する印判を大正天皇が持っていたんだけど、それを引き渡す際に大正天皇は抵抗しているんだ。また、12月には侍従に対し別に体が悪くないと何度も話しかけていたらしいぜ。大正天皇自身に自覚がないのがまた辛いところだよ。その後、大正天皇は療養生活を続けたものの病状は悪化。1924大正13年1月の裕仁親王の婚礼の宴席や1925大正14年5月の銀婚式にも、出席することができなかったんだ。そして1926大正15年5月には脳貧血を起こし、車椅子生活となってしまったんだぜ。日に日に悪化していってるわね。今回の脳貧血はかなり体に応え、10月末からは38度を超える高熱が続き、11月19日からは宮内省が数日おきに詳しい病状を発表するようになったんだ。昭和から平成にかけて生きていた人なら、昭和天皇の病状がテレビで速報されていたと思うけど、テレビがない当時はラジオを通じて容体が発表されたんだぜ。そんな経緯もあって、ラジオの加入者が一気に増加したとも言われているんだ。それだけ多くの人が、リアルタイムで大正天皇の容体を知りたがっていたのね。そうだな。皇太子時代には国民から親しみを持って迎えられていたわけだし、心配していた人は多かったはずだ。国民による平穏祈願が全国各地で行われたのはその証拠だろうな。また、12月1日には聖母の柳原鳴子が都内で行われた祈祷に参加しているんだ。しかし、12月8日には呼吸困難に陥ると、16日には呼吸が浅くなり不整脈が出始め、12月25日午前1時25分、皇后や皇太子夫妻、皇族、そして柳原愛子が見守る中、大正天皇は心臓麻痺により崩御なされたんだぜ。家族に見守られて崩御されたのが救いだったと思うわ。7。大正天皇の人物像。大正天皇崩御後、国民の間である噂が広まったんだ。どんな噂かしら？大正天皇が帝国議会の会員式で直掌くるくると丸め、遠眼鏡にして議員席を見渡した、というものに代表されるような大正天皇精神描写説だぜ。そんなの、一体誰が言い出したのよ？詳しいことはわかっていないが、昭和初期の段階で一般大衆の間で広まっていたらしいんだ。第二次世界大戦中にはこの噂を語った男が不敬罪で捕まっているくらいだからな。そんなことまであったの？
ところで、実際に大正天皇は噂通りのことをしたのかしら？いや、確固たる証拠がないから、これはただの噂だろうな。実際、大正天皇や帝名皇后に仕えたことのある元旅館によると、ある時勅書が本来とは逆向きに巻いてあったことがあり、それ以来巻き方が間違っていないか覗き込んで確認した、という話を大正天皇から直接聞いたらしいぜ。なるほど。噂には尾びれがつくものだからね。そんな大正天皇は、生涯で多くの政治家と関わってきたんだけど、特に大隈重信や原敬を好んでいたらしいんだ。大隈重信は堅苦しい話だけではなく、世間話など面白い話をすることから好んでいて、大正天皇は何度も大隈邸を訪問していたんだぜ。やっぱり、大正天皇にとっては堅苦しいだけなのは嫌だったみたいだね。また、原敬も皇太子時代に接点ができて以降、お召し列車で話し相手として何度も呼び出されたように。大正天皇はかなり信頼していたんだ。一方、大正天皇がひどく嫌っていた政治家ももちろんいるんだぜ。一体誰なのよ？山形有朋だぜ。皇太子時代の1896明治29年、訪問してきた山形は君主のあるべき姿を説いたんだ。めんどくさ。当時、山形が酒に酔い、暴言を吐いたと周囲に漏らしていたように、大正天皇にとってかなり心象が悪かったはずだぜ。これだけじゃなく、山形は大正天皇が即位してからも、明治天皇を模範にした苦言を呈しているんだ。親族が集まった時に大体いる嫌なおじさんって感じだわ。これに対し大正天皇は、山形が拝謁を求めても直接会わず、旅館に対応させたりしているんだぜ。大正天皇もうまくあしらってたのね。そういう意味でも、大正天皇は人間味のある天皇だったとも言えるな。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は昭和天皇衝撃の生涯と謎を解説していくぜ。よろしく。1926年の年末に大正天皇が崩御し、昭和という時代が始まった。昭和は大恐慌から始まり、226事件や日中戦争。そして、第二次世界大戦における敗北からの復興と飛躍的な経済成長を果たした時代なんだ。いろいろと大変なことが起きた時代なんだね。昭和は激動の時代だっただけじゃなく、日本史上や、世界を含めても最も長く続いた元号なんだぜ。何年間あったんだっけ？元号の使用期間は64年だ。実際の期間は、元年と64年が両方とも7日間しかなかったから、62年と14日だけどな。それでも十分に長いわよ。そんな激動の時代を、人生の前半は荒人神として後半を人間として過ごした。第124代昭和天皇の人生を、豊富なエピソードを織り交ぜながらお送りするぜ。時代も激動だけど、神から人に変わる人生も激動って言えるわよね。昭和天皇は1901年、明治34年に大正天皇の第一皇子として生まれる。祖父の明治天皇から名前を広仁、称号として道の宮が名付けられた。お印は、母の皇太子妃が選んだ若竹だな。名前と称号があって、お印ってのもあるのね。広仁は実名なんだけど、意味なって言って、古来から高貴な人の実名を口にしちゃいけない決まりがあるんだ。だから、皇族の人間を呼ぶときには、なんとか見合って呼ばないといけないんだぜ。名字は呼んでいいのよね？いや、天皇家にカバネはないんだ。そもそもカバネは、天皇の後継ぎではない巫女が、神下に下るときに、例えば源とか平とか、天皇が授けるもの。つまり、授ける側の天皇家には存在しないんだ。言われてみれば、名字なんて聞いたことないもんね。道の宮って称号は、特定の皇族に与えられる幼名だな。印はシンボルマークのことだぜ。名前もあって、幼名もあって、学校では先生とか同級生から、なんて呼ばれてたのかな。愛子さんは、称号としのみやをカバネのようにしてとしのみや愛子って名前を使っているようだ。昭和天皇が、道の宮少年だった時は、殿下だったかもしれないな。なんか堅苦しいわね。だよな、だから同級生たちが、みんな名字で呼び捨てにしてるのを羨ましく思っていたんだ。そこで、印の若竹から竹山って呼んでもらおうとしたって話が残っているぜ。みんなの輪に入ろうとして、なんだか可愛いわね。でも、本当に呼んだら、周りの大人から怒られそう。それじゃこのまま、昭和天皇の幼少期について話していこう。少年時代は昆虫収集が大好きで、虫を捕まえては図鑑で名前を調べるのが趣味だったんだ。大人になった後も生物への興味は失わず、貝やエビの新種を発見し、研究書も多く書いているんだぜ。勉強熱心だったんだね。命名してくれた祖父明治天皇は、長きにわたり武士が政権を握っていた時代を経て、数百年ぶりに実権を握るようになった天皇だ。しかも、国民から尊敬を多く集めていたから学習院初等科の授業中に、先生の尊敬する人は誰か？って質問にクラスメイトは明治天皇って答えていたんだ。でも、道の宮少年が挙げた名前は、なんと源義経だ。
義経が好きなのはわかるけど、おじいちゃんの方が身近な偉大な人物なんじゃないの？普通の家庭では祖父は孫に対し、優しく甘やかしてくれる存在なんだけどな。道の宮少年にとって明治天皇は、親しみ深い人物ではなかったそうだぜ。厳しいおじいちゃんだったのかな？ああ、厳しく育てられたのは間違いない。明治天皇の代から、天皇の地位だけじゃなく軍の総司令官大元帥も兼ねていたんだ。軍のトップとしてふさわしくなるよう、幼少時から厳しくしつけられたんだぜ。厳しいって言っても、普通の家とはしつけの方法が違いそうよね。そうでもないかもな。道の宮少年が庭遊びに夢中になりすぎて、帰宅時間が遅れたことがあったんだ。きっと、昆虫を見てたんでしょうね。そんな道の宮少年を、教育係は叱責して、玄関から入れないようにしたそうだぜ。どこの家庭にもある門限ってやつがあったんだ。家に入れないって怒りからも、意外と普通だったわ。さて、幼少期の話はここまでにして、1912年に明治天皇が崩御し父が即位すると大正時代が始まるとともに、皇太子になっている。そして、1921年の大正10年、21歳の時に、半年かけてヨーロッパ諸国を歴訪するんだ。実は、日本の皇太子がヨーロッパを訪れるのはこれが初めてのこと。日本国内で大ニュースになったそうだぜ。私も一度はヨーロッパに行ってみたいわね。どこの国がおすすめなんだろ。歴訪の中でも、皇太子にとって特に忘れがたい国がイギリスだ。還暦を迎えた際の記者会見で、60年の中で一番楽しかったことを記者から質問されたんだ。これに対しイギリスに行ったことって答えているんだぜ。なんでだろ？料理が美味しかったのかな？イギリスを訪れた時、生まれて初めてロンドンの地下鉄に乗ったんだ。この時、改札で駅員に切符を渡さずに通り過ぎようとして、駅員と一悶着あったんだぜ。生まれて初めて乗ったのなら、ルールを知らなかったんでしょうね。それもあったかもしれないけど、切符を渡したくなかったみたいだぜ。後で一番驚いた場所は、地下鉄だと話しているから切符を記念に持っていたかったみたいだ。実際、地下鉄の切符をずっと大切に保存していたそうだ。よっぽどセンセーショナルな体験だったんだね。だろうな、でもイギリスで思い出深かったのは地下鉄だけじゃなかった。イギリス国王との出会いも、ヒロヒト親王にとって大きな刺激になったんだ。トップ同士で、国の行く末とか話したのかな。国王のジョージ5世は、内閣に対し予期助言者の立場を貫いて、近代史上稀に見る、立憲君主として成功した人物って評されているんだ。両者の会談では、そんな国王ジョージ5世から立憲政治のあり方について聞いたそうだ。立憲君主って？君主が政治に直接関わっているのが絶対君主制、憲法を原則とし議会が政治を取るのが立憲君主制だぜ。どちらも君主制に変わりはないけど、君主の権力が制限されるかされないかの違いがあるな。日本はどっちなの？君臨すれども統治せず、つまりは立憲君主制だぜ。それじゃ、そのうまいやり方を伝授してもらったとか？内容は詳しくはわからないけど、国王から聞いたことは習政の考え方の根本にあるって、後に語っているぜ。かなり国王を尊敬し信頼したんだね。ああ、ジョージ5世のことを第二の父、英国王室を第二の家庭って呼んでたくらいだからな。さて、一生忘れられない体験をしたヨーロッパ歴訪から帰国した直後、摂政に就任することになるんだ。摂政って、この時代にも存在したの？藤原氏とか、昔の話だと思ってた。そんなことないぜ。今も日本国憲法に、摂政についての条文があるくらいだ。でも、なんで摂政に？天皇に何かあったわけ？ああ、父の大正天皇が病気で伏してしまったんだ。それで、大正10年から5年弱、天皇に代わり政務を代行することになった。つまり、即位する前から、天皇と同じ公務を行っていたことになるよな。もしそれで、自分に向いてないや、ってなっても辞められないのが辛いわよね。ところで、公務ってどんなことしてたの？この当時、1918年まで行われていた第一次世界大戦の戦後処理を行っていた時期だ。だから、様々な調印を数年かけて、世界各国と結ぶなどの公務を行っているぜ。そっか、まだ戦後って感じだったんだね。こうした公務で忙しく動く中、ヒロヒト親王は一人の女性と結婚することになった。相手は皇族の国宮国吉の娘長子女王だ。いつの間にそんな話になってたの？二人の結婚が内定したのは、大正7年だからヨーロッパ歴訪や摂政になる前だな。そっか、順調に愛を育んでいたんだね。実は、そうでもなかった。内定してから正式に婚約するまでの間、宮中某重大事件って呼ばれる。婚約が破棄されるかもしれない事件が起きていたんだぜ。何それ？どんな事件なの？簡単に説明すると、国の宮の家系に色覚異常の遺伝があると発覚したんだ。そこで、皇室にそういった遺伝子が入ることを恐れた元老の山形有朋が、婚約破棄を図った。
これに賛成反対の意見を持つ者の同士の争いに、派閥争いとかが加わり、深刻な政治問題にまで発展したんだ。皇室に生まれると、結婚も簡単にはいかないのね。でも、結局は結婚したんでしょ？ああ、皇太子が自分は長子以外とは結婚しないって断言したのが大きかったようだ。宮内省から、皇太子妃内定に変更はないって発表がされ事件は解決した。今だったら、遺伝子がどうとかで破棄したら人権的に問題になるでしょうね。こういった事件を経て、大正12年11月に婚儀が行われることになったんだけど、今度は延期せざるを得ない事態が起きてしまった。次は何事？また誰かが横槍入れたの？そうじゃない、人間による仕業なんかじゃなく自然の仕業、関東大震災が起きてしまったんだ。それは大事だわ、結婚式挙げる場合じゃないわね。ああ、9月1日に起きた大地震により、関東地方に多大な被害がもたらされた。もちろん皇居にも、かなりの被害が出たんだけど閣僚を緊急招集し、皇居の庭で会議を開いたそうだ。そして、地震発生から2週間後、乗馬で視察しその惨状から結婚を延期することにした。結局、結婚したのはいつなの？延期の末、二人が結婚したのは、翌年の大正13年1月、内定が決まってから、6年が経っていた。ところで、結婚直前に、大きな改革を行うんだけど何かわかるかな？え、なんだろ？結婚に関わることよね？ああ、結婚生活に関することだな。天皇家には古くから、天皇の世継ぎを欠かさないため側室が存在したんだ。実際、明治天皇までは側室が存在していたんだぜ。でも、大正天皇は側室を持たなかった。その子の皇太子も、妻は長子女王だけだって考え方を持っていて、一夫一妻制を推し進めたんだぜ。確かに結婚したのに、夫に他の女がいたら嫉妬しちゃうもんね。それに、未婚の女官たちが住み込みで働く後宮にもメスを入れた。女官は天皇や皇后の身の回りの世話をし、側室になる可能性もある女性たちのことだぜ。そんな女性たちを、通いで勤めることにし、既婚女性でも構わないとした。さらに、古い女官言葉も廃止して、現代語で会話するようにしたんだぜ。他の女性を寄せ付けないようにしたんだからもちろん奥さんとはラブラブなのよね。ああ、二人の仲は、新婚当初からとても良かった。普段から手をつないで散歩に行ってたんだからな。手をつなぐぐらいだったら、大したことなさそうだけど。今では大したことないだろうけど、明治生まれの人にとって、人前で手をつなぐなんて、大胆すぎる行為だぜ。あ、そっか、昔と今では感覚が違うのか、路中なんてしたら、そっと押しちゃうかもね。ちなみに、お互いになんて呼んでたの？皇太子は長子女王のことを長宮って愛称で呼び、逆に女将と呼ばれていたそうだ。新婚時代に、福島にある猪苗代湖畔で1ヶ月ほど静養したんだけど、二人で机を並べて読書したり、テニスしたり、本当に仲睦まじかったそうだ。二人で読書って、和やかな雰囲気があっていいわね。それに、行幸や植物採集に出かけた時なんかは必ず長宮に行って、お土産を買って帰ったそうだ。また、刺身や柑橘系の果物は自分が好きじゃないのに妻が好きだからって食事にリクエストしたりして、パートナーをおもんばかれる素敵な夫だったみたいだな。あらら、刺身美味しいのにね。逆に、昭和天皇は何が好物だったのかな。好物といえばうなぎとさつまいもが有名だな。さつまいもって、素朴な食べ物が好きなんだね。巡行中に、とある小学校で出された蒸したさつまいもが気に入って、大好物になったそうだ。ある日、食事にさつまいもをリクエストしたら、料理係が皮付きはまずいだろうと、皮を剥いた芋を出したんだ。そしたら、皮が美味しいのにって残念がってたってエピソードがあるぜ。なんだか親近感が湧くわ。昭和天皇と食事に関するエピソードは他にもたくさんあるんだけど、もう一つだけ紹介しよう。戦後の話になるんだけど、食べるのを解禁されたフグをどうしても食べたくなったそうだ。解禁って言ったけど、フグって禁止されてたの？この当時はどれほどの効力があったのかわからないけど豊臣秀吉の時代から禁止されていたんだぜ。今みたいに免許がある人だけフグをさばいて、食べられるようになったのは戦後になってからなんだ。食べたら死んじゃう毒があるもんね。昭和天皇はウミウシも食べてみるほど、好奇心の旺盛な人だったんだ。フグが解禁されたなら食べたくなるのは必然だよな。え？ウミウシって、口にしちゃいけないようなカラフルな色してない？っていうか、美味しいの？いや、あまり美味しくはなかったと述べている。そう言われると、逆に食べてみたくなったわ。フグは味はいいけど、毒で命を落とす危険性があるから周りは当然に止めるよな。でも、昭和天皇はフグの生態は研究済みで知り尽くしていたんだ。だから、反対する天皇直属の石爺と2時間もなぜ食べたらいけないのか議論したそうだぜ。よっぽど食べたかったんだね。で、フグは食べられたの？皇后に止められて、食べたいっていうのをやめたそうだ。本人も冗談のつもりだったかもしれないんだけどな。
なんだ、周りを困らせて楽しんでたのか。話は逸れてしまったけど、夫婦間の仲の良さは分かってくれたと思う。ただ、昭和8年に後の平成時代の天皇明仁親王が誕生するまで、4人の女児が生まれているんだけど、それまで男児が誕生しなかったんだ。本人たちも周りも焦ったでしょうね。そこで、側近たちは側室を置くよう進言するんだけど、もちろん断っていた。しかも進言された時には、弟の秩父の宮が継げばいいではないか。って不機嫌そうに返したらしい。あくまで、妻への思いやりあってのことだけどな。そうだよね、あまり子供子供言うと、奥さんにプレッシャーかかっちゃうもんね。それでも諦めきれない側近は、3人分の側室候補の女性の写真を見せたんだ。広仁親王は写真を見て、皆さん良さそうな女性ですね。だから、ふさわしいお相手が決まるといいですね。って、やんわり断り、写真を戻したそうだ。やんわりだけど、完全に話を聞く耳を持たないって感じだったんだね。こうして、結婚を機に側室や後宮の制度を改革した皇太子が、もう一つ変えたことがある。なんとイメチェンをしているんだ。え、イメチェンって？写真を見ればわかるけど、ヒゲが生えてるだろ？これって、結婚してから生やすようにしたんだぜ。お似合いだから、イメチェンして正解だと思うわ。こうして摂政として公務を行いながら、新婚生活を始めた皇太子が、ついに天皇に即位する日が訪れた。結婚から2年後の大正15年12月25日、父の大正天皇が崩御するんだ。同日に、葉山御用邸で新天皇誕生の儀式が執り行われ、第125代昭和天皇として即位することになった。ちなみに、崩御したのが午前1時25分で、儀式はそれから2時間も空けない午前3時15分だから、天皇不在の時間をほとんど作ることなくしてるんだな。普通は寝てる時間だけど、お父さん亡くなってるし寝てる場合じゃないのか。大正が終わり、昭和という時代が始まり、これから60年以上も続いていくことになる。ちなみに昭和って元号は百姓昭明、今日は万宝っていう、中国の言葉が由来なんだ。意味は、多くの人々が徳を持てば、世界の国々は仲良くなれるって感じだな。平和の願いが込められているんだね。ところで、霊夢は天皇が稲作をしている姿をニュースとかで見たことないかな？なんかあるかも。実は天皇による稲作を始めたのは昭和天皇なんだぜ。即位した翌年、昭和天皇は赤坂離宮に水田を作って、今でも毎年天皇が行っている稲作を開始したんだ。もともと、皇居内に生物学語学文書を設置し、子供の頃から興味があった生物学に力を入れていた。そこで、米の品種研究をするため、農家の苦労を忍ぶために、稲作を開始したんだぜ。収穫したお米は自分たちで食べてたの？新嘗祭とか宮中の祭祀に使われたり、伊勢神宮に奉納してるぜ。さて、ここまでは比較的平和な時代を過ごした昭和天皇だったんだけど、ここから大きな事件や戦争が起き、日本が大きく変化し、天皇の在り方も変わっていくんだ。戦争が始まるとき、天皇がどういう立場にいたのか気になるわね。後に、昭和天皇はこう話している。自分の意を貫いたのは226事件と第二次世界大戦終戦の時だけだったってな。226事件って私でも知ってるくらい有名な事件よね。でも、どんな事件なんだっけ？昭和11年に起きたクーデター未遂事件のことだ。昭和が始まって間もない頃、世界恐慌によって次々に企業は倒産、失業者が増加していた。そうして失業した人間が農村に帰ったり、農作物の価格が下がったこともあって、農民の暮らしも苦しかった。困ったわね、国にどうにかしてほしいわよね、全員20万円配るとか。ところが、国は対応せず、汚職事件ばかり起きている現状を、軍部の人間が改革しようとした。改革って、武力でってこと？改革を目指すにも、政治に介入しようとするグループと、天皇新政を目指すためなら武力行使も構わないってグループがいたんだ。この二つのグループは対立していたんだけど、結局は後者が勝利。彼らは約1500人もの兵と共に、首相官邸などを襲撃し、首相経験者を含む数名を殺害したんだ。そこから、軍事や政治の中枢になっている永田町や霞ヶ関一帯を占拠する大事件が勃発した。早く止めないと大変なことになるわよ。でも、軍部の人間は同士討ちはしたくないから武力での鎮圧はためらっていたんだ。その中、彼らに対して、激しい怒りを抱いていたのが昭和天皇だ。でも、天皇に同行する権利はないんでしょ？どうするの？自分の重臣を殺害され、怒りに燃える昭和天皇は一向に動かない軍部に対しこう言った。自らこの衛士団を率いて鎮圧する。お前行け、じゃなくて、自分で出ようとしたの？ああ、さすがに天皇にそこまで言わせてしまったら軍部も動かざるを得ない。昭和天皇が動くことで、ようやく事態が解決する流れになったんだ。なんだか奥さんとの話を聞いてて、柔らかい人なのかなって思ってたら、意外だったわ。
確かに、あまり昭和天皇が怒るエピソードは少ないんだけど、中でも知られているのは晩年の話だな。何に対して怒ったの？昭和58年に昭和天皇が埼玉にある博物館を訪れたんだ。展示されているのは金作名鉄剣っていう第21代雄略天皇に仕えた人間の功績が刻まれたもの。自分のご先祖様に関係するものよね。それは絶対に見てみたかったでしょうね。この時82歳だった昭和天皇は、視力の弱った目で何とかして文字を読み取ろうとしていたんだ。その姿を撮影しようと、集まっていたマスコミは一斉にフラッシュを焚いてしまった。でも、剣はガラスケースに入っているんだぜ。どれだけ目を凝らしても、フラッシュの光が反射して何も見えなくなってしまった。これに昭和天皇はライトをやめよ、って叱ったそうだぜ。それは誰でも怒るわよね。少しは気を使いなさいって話だわ。さて、226事件は天皇が動こうとしたために収束したんだけど、その翌年に日本と中国との戦争日中戦争が、さらにその2年後に第二次世界大戦が勃発するんだ。戦争に対して天皇はどういう感じだったの？まさかそこも自分で動こうとしたの？いや、昭和天皇は太平洋戦争開戦に反対の意思を示していたそうだ。でも、立憲君主制を取っている以上、政治判断を方向づけるような明瞭な意思表示はできないよな。できたことといえば、開戦を決める閣議で、明治天皇が作った平和祈願の歌を読み上げることくらいだった。結局は、軍部も国民も開戦へと突き進む流れに逆らえず、やむを得ず参戦を許可している。そっか、反対してたのか。なんとなくだけど、ここまで聞いてた印象通りだったわ。約4年に及ぶ戦争で多くの人が亡くなり日本は焼け野原となってしまった。もはや本土が戦地と化そうとしていた昭和20年。連合軍による日本への降伏勧告ポツダム宣言が発せられたんだ。もうコテンパンにやられてるんでしょ？もちろん受け入れるわよね。それが、受諾するかどうか決める閣議では意見が割れ決着がつかなかったんだ。簡単には終われないのか。ああ、受諾するにしても、天皇の地位存続だけを条件とする案と、これに戦争責任者の日本による処断など3点を加えて条件とする案に割れていたからな。どうやって決めればいいのかな？議論は平行線をたどる中、首相が天皇に決断を求めたんだ。ここで昭和天皇は一つ目の案に同意、226事件から数えて2回目の聖断を行った。聖断？法的に決まりはないんだけど、天皇の決断って意味で使われている言葉だな。なるほどね、226事件で自分が動くって発言したのも聖断なわけか。こうして決まった条件付きの受諾だったんだけど、連合国から返ってきた返事は、天皇の地位を間接的に、連合国最高司令官に従属する形で天皇の権力を容認するものだったんだ。これを飲むか飲まないかで、また閣議に衝突が起き再び天皇に決断が迫られた。天皇はどうしたの？もし受け入れるならこれまでの天皇制度が変わっちゃうわよね。自分はどうなろうと、国民の命を助けたい。これ以上戦争を続けては日本が焦土になり、これ以上国民を苦しめるのは忍びがたい。そういい、ポツダム宣言を受諾する意思を示したんだぜ。自分を犠牲にしても、ってことか。こうして、ポツダム宣言の無条件受諾が決定し日本は降伏。8月15日正午、天皇自らの声で、国民に終戦が伝えられた。いわゆる玉音放送ってやつだな。当時みんながラジオの前に集まって涙したって話は聞くわね。この放送は録音だったんだけど、レコード奪取を図る受諾反対派によるクーデターが起きたんだぜ。レコード奪っても決まったことだし、どうしようもないと思うんだけど、それでも彼らは公共選挙し、日本の降伏を阻止しようとしたんだ。これに昭和天皇は、自ら出向いて説得しようとしたそうだぜ。行動力が強いわね。結局は天皇の出番はなく、事件は解決し、玉音放送は予定通り行われているぜ。そして終戦の翌月、昭和天皇は連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーと会見を行っているんだ。ここからは、その時のエピソードを話していこう。どういう会見になるんだろう。降伏調印式が執り行われると、マッカーサーは政策立案は連合国総司令部 GHQ が行うと日本政府に通告。GHQ 本部を皇居の隣に設置している。そして、東条英機元首相をはじめとして37名を戦争犯罪人として逮捕しているんだ。これに昭和天皇は自分の臣下が裁かれることに心を痛めていたそうだ。天皇は大丈夫だったの？それがアメリカの議会では昭和天皇も戦犯と認定する決議案が提出されていたんだぜ。だったら、自分の身も危ういわね。昭和天皇はマッカーサーに会いたい意向を外相の吉田茂経由で伝えると、会見が実現した。この時マッカーサーは、昭和天皇が命乞いするために会見を望んでいると思っていたそうだ。確かにそう思ってもおかしくないわ。昭和20年9月27日、アメリカ大使公邸にやってきた昭和天皇はシルクハットにモーニングの正装だ。
車から降りた天皇を玄関で迎えたのは、マッカーサーではなく、副官だった。天皇だろうが、命乞いに来た人間を歓迎する気になれなかったのかな。かもしれない、出迎えるなんてせず、マッカーサーはレセプションルームで待ち構えていたんだからな。会見を始める前に写真撮影があり、その写真は歴史の教科書で見たことある人も多いだろうぜ。随分と身長差がある気がするけど、これってマッカーサーがでかいの？マッカーサーの身長が183センチ、一方の昭和天皇は165センチだから、約20センチ差あるな。身長の話はさておき、ここで二人がどんな話をしたのか公式の記録は残されていないんだ。でも、後日マッカーサーは回顧録で、昭和天皇の会見時何を語ったか、こう書き記している。私は日本が戦争を行うにあたり、国民が政治軍事両方でなされた全ての決定と行動に対し、唯一の責任を負うべきものです。自分で同行できる立場にいなかったのに責任を背負うとしたのね。そういうことだな。想定していた命乞いとは真逆の発言に、マッカーサーは激しく感動したって語っている。本当に予想外だったんでしょうね。さらに、同行していた通訳のメモからも、昭和天皇の発言が明らかになっている。私がどうなろうと構わない、私はあなたにお任せする。どうか国民が生活に困らないよう連合国の援助をお願いしたいってな。それを聞いて、なんて答えたの？マッカーサーはこう返したそうだ。かつて敗戦国の元首で、そのような言葉を述べた者はいないと思う。私は陛下に感謝したい。占領軍の進駐も、日本軍の復員も順調に進行しているのは、すべて陛下のおかげだ。これからも、占領政策の遂行に、お力添えをお願いすることが多いと思う。どうかよろしくお願いしたい。話を聞いて、完全に態度を改めたんだね。だな。マッカーサーは発言で陛下って言葉を使って天皇を呼んでいるんだけど、天皇の発言を聞く前は普通にあなたと呼んでいたそうだしな。それに、マッカーサーは当初、会見を15分で切り上げるつもりだったんだ。でも、終わったのは35分後。昭和天皇が帰る時には、ちゃんと玄関まで見送っている。会見前にイメージしていた天皇像が、いい意味で覆されたんだろうな。どんな相手でも会って話してみるものよね。その後、マッカーサーは天皇を極東軍事裁判で訴追してはならないと、検事に命令したそうだ。実際に、天皇は起訴されず、戦犯とはされなかったぜ。天皇の話に心を打たれたってことだね。あくまで、その背景に美談があるような話だけど実際は天皇を生かしておいた方が、占領政策が潤滑に進むと GHQ が考えたからだろうぜ。なんかいい話を台無しにされた気がするんだけど。さて、戦争が終わり、日本は GHQ の占領下にあったわけだけど、彼らによって天皇の神格否定の詔書を発表する計画が練られていた。あ、そっか、ここまでは荒人神だったんだもんね。とはいえ、昭和天皇は自分で自分を神と主張したことはなかったそうだけどな。天皇は GHQ の計画に同意し、昭和21年の元旦に詔書が発布された。いわゆる人間宣言ってやつだ。この時、昭和天皇は44歳だったな。どういう内容なの？簡単に言うと、天皇と国民の結びつきは、常にお互いの信頼と敬愛によるもので神話とか伝説によるものではない。それらは、天皇を神であるとし、日本人が他の人種より優れ、世界を支配する運命にあるという誤った概念に基づくものではないって内容だぜ。こんなの発表したら、日本中が大パニックにならない？ところが、日本国内では神格否定については大したニュースにならなかったんだぜ。いや、当たり前だろって思う人が多かったのかもしれないな。なんだ、みんなちゃんと人間だって認識してたのか。こうして対外的に人となり、昭和22年に施行された日本国憲法では、日本国と国民統合の象徴と規定された。人なのか象徴なのか、よくわからないわね。終戦後は、自らの発案で、失意の中にある国民を励ますため、沖縄を除く46都道府県を巡行している。でも、沖縄だけはアメリカの統治下にあって回ることができなかったんだ。昭和天皇は亡くなるまで、沖縄に行けなかったことを悔やんでいたというぜ。そっか、沖縄はアメリカだったんだもんね。沖縄が返還されたのは昭和47年、この時に天皇は71歳と高齢で、気軽に行くことはできなかったんだ。返還から15年後の昭和62年に沖縄で国体が行われたんだけど、その時には行く予定だった。でも、体調を崩しかなわず、当時皇太子だった秋人親王が父の願いを引き継ぎ沖縄訪問を果たしているぜ。それでも、自分が行きたかったでしょうね。ちなみに、全国を巡行する際、最後に訪れたのが北海道だったんだ。雪は青函連絡船を使ったんだけど、帰りは飛行機。実は、飛行機に乗った天皇は昭和天皇が初だったんだぜ。ヨーロッパ歴訪とか、いろいろと初尽くしじゃない？そうなんだよな、でも昭和天皇が初のことはまだあるんだぜ。
昭和55年には孫で令和の天皇、成人親王の成年式に出席しているんだ。成年式では、成年皇族になったことを宣明する加冠の儀が行われるんだけど、ここに親子三世代参列するのは、皇族史上初めてのことだったんだぜ。それだけ、歴代の天皇の中でも長生きしてたってことなんだね。その通りだ。遡れば100歳以上生きたとされる天皇もいるけど、確実な記録が残る天皇の中では今のところ在位中に80歳を超えた天皇は2人だけ。昭和天皇と、85歳で引退した秋人上皇だけなんだ。天皇に限らず誰にでも言えるけど、長生きしてほしいわよね。その昭和天皇が87歳で崩御したのは昭和64年1月7日のこと。死因は腺癌って公表されている。64年も続いた、激動の時代昭和が終わったんだ。お疲れ様でした。晩年は体調を崩し、前年の9月に公の姿を見せてから一進一退の毎日を送っていたそうだ。毎日のようにテレビで天皇の容態がテロップで出されていたのを覚えてる人もいると思う。崩御された後も、軒並みどのチャンネルでも追悼番組が組まれていたな。テレビ東京も?も、だ。なお、天皇の埋葬は土葬が一般的なんだけど、昭和天皇も東京都八王子市にある武蔵野御笹木に埋葬されているぜ。話を聞いてたら、なんか親近感湧いちゃったからいつかお参りに行ってみたいわね。亡くなる2年前、85歳の昭和天皇が工事中に漏らしていたそうだ。仕事を楽にして、細く長く生きてもしょうがない。辛いことを見たり聞いたりすることが多くなるばかりだ。親戚の不幸に遭い、戦争責任のことを言われる。最後まで戦争を止められなかったことを後悔していたのかもしれないな。開戦の時にも、自分の意を貫いてたら結果は変わったのかな。とにかく、激動の時代を激動の人生で歩んだんだもんね。荒人神だった時代を人生って呼んでいいのかわからないけど。でも、話を聞いて、友達から名字で呼ばれたかったり芋の皮が好きだったり、人間らしい人だなって思ったわ。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回のテーマは、大正天皇の聖母柳原鳴子についてだ。彼女は明治天皇の側室で、密かに訪れていた皇族存続の危機を救った女性なんだぜ。皇室存続の危機って、何かあったの?それじゃ、彼女の生涯を振り返りながら、どんな危機だったのか解説していくぜ。ゆっくりしていってね。1855年、まだ日本が江戸時代の時に、鳴子は柳原光成の次女として生まれている。皇室の女官として使い始めたのは、11歳の時だ。無論、天皇と顔を合わせるような女官になるには、出自は由緒正しい家じゃないと無理な話。まずは柳原家の歴史を見ていこう。由緒正しいって、いつからある家柄なの?鎌倉時代末期からだぜ。藤原北家日野家の分流にあたり、権大納言柳原助明が創設したのが柳原家の始まりだ。柳原って名前は、助明が柳原殿って呼ばれる邸宅に住んでいたことから、家名になったそうだ。その後、柳原家は代々、歴史学を教える記伝道を持って朝廷に仕えていたようだな。歴史の先生なんだね。室町時代に入り応仁の乱が起きると、五代当主ともつな和武士に所領を奪われ、生活が苦しくなってしまった。そこで唯一残された現在の鳥取県東部稲葉に下校し経済基盤を整えるために、自分で所領経営をしたそうだ。ってことは、鳥取から京都に通ってたってこと?というよりは、親子で交代で上洛していたみたいだ。江戸前期には12代当主助門が幕府と朝廷の取り次ぎ役の武家転送についている。この助門はかの有名な事件の場にいたんだぜ。有名な事件?私でも知ってる?ああ、知ってるはずだぜ。何度もドラマ化されたあの話だからな。江戸時代には、将軍が皇家を名代にして天皇や上皇へ新年の挨拶を行い、一方の天皇や上皇も使者にその直答をさせていたんだ。お互いに人捨てに明けおめしてたんだね。1701年の新年、その天皇からの使者を務めたのが助門だったんだ。そして彼が使者として江戸城に赴いた時に、接待係を命じられたのが、播磨後藩浅野匠の神長則だ。この名前を聞けばピンときた人がほとんどだろう。江戸城の松の大廊下で浅野が吉良義仲を切りつけた赤穂浪士の討ち入りにつながる事件が起きたんだぜ。うん、私でも知ってる事件だったわ。事件が起きた時、助門はどうしたの?人情事件が起きた時に江戸城にいて、事件が起きたのに直答の儀式を行っていいか尋ねられたそうだぜ。人が切られちゃったなら、儀式なんかやってる場合じゃないもんね。事件がというよりも、彼らが心配していたのは、血が流れたことで生じた汚れだ。天皇は汚れから遠ざける必要があったからな。そこに天皇がいない儀式といえども、行っていいのか心配だったんだろう。それでも助門は引き続き行うよう命じているな。事件については、何も言ってないの?事件を起こした長則は、即日切腹を命じられているんだ。助門はそれも当然だって、日記に書き残しているぜ。
情状酌量の余地はないってことだね。柳原家は文筆業にも力を入れ、江戸中期には18代当主が歴史書属志具章を書き残している。この歴史書は天皇一代ごとに、在位期間中に起きた出来事が記されているんだ。内容は天皇の様子や大臣の人事など公家社会を中心に、幅広いジャンルにわたっているから、資料として、とても評価されているぜ。最初の方の人は、歴史の先生だったよね。この人は歴史本格し、歴史に強い家系なんだね。幕末には鳴子の父光鳴が天皇の側近で公家との連絡役偽装の職についている。明治時代に柳原家は家族となり、鳴子の兄崎光は西郷隆盛と共に江戸城会場に立ち会っているんだぜ。これまた歴史的な瞬間よね。崎光は外務省に入ると、新国公使ロシア公使を務めたり日清修好条約の締結を主導したなどの実績もあるぜ。エリートって感じがするわね。崎光の娘には、大正三美人の一人で尽くしの女王とも呼ばれた歌人の柳原白蓮がいるんだ。白蓮といえば、白蓮事件で世間を騒がせた女性だぜ。どんな事件なの？白蓮は炭鉱王の伊藤伝右衛門と結婚していたんだけど、社会活動家の男性と駆け落ちしちゃったんだ。あらら、愛の逃避行ってやつね。そういえばドラマチックだけど、当時はまだ貫通罪が存在したから、夫のある女性が異性と不倫すると犯罪だ。しかも、白蓮が新聞で夫に対して絶縁宣言したから、当時の一大ニュースになったんだぜ。その後、夫婦の離婚が成立したんだけど、鳴子は大正天皇を産んでいるから、白蓮と天皇はいとこ。皇室の権威を失墜させる大事件だから、崎光は白蓮を離席させようとしたり、白蓮は監禁されるしで、本当に大変だったんだ。新聞でって、今でも大ニュースになりそうだけど昔なら大事件でしょうね。柳原家に起きた事件は白蓮事件だけじゃなかった。また鳴子の命に当たる徳子が不良家族事件を起こしたんだ。それはどんな事件？また男女の問題？その通りだ。徳子は詩人の吉井勇と結婚していたんだ。吉井といえば命短し恋せよ乙女の作詞で知られているな。視聴者の中に、その歌を知ってる人がどれだけいるんだろう。ある日、様々な夫のある女性と関係を持ったダンスホール教師の男が貫通罪で検挙されたんだ。彼は隙間と新聞で報じられるほど、お盛んだったようだぜ。あらま、そんな彼に女性たちを紹介したのが、徳子だったんだ。徳子は教師の愛人で、彼の関心をつなぎ止めるために、次々と女性を紹介したらしい。徳子は起訴されなかったけど、柳原家にとっては白蓮事件に続き、家柄を地に落とす大事件だったな。親戚が男絡みで事件を起こしてるんだから、鳴子もそういう目で見られちゃったかもね。両方とも大事件だったからな、何かしら彼女にも影響はあったかもしれないな。でも、鳴子に関して言えば、親戚のようなスキャンダラスな事件は起こしてないから大丈夫だ。さすがに天皇の母親がそんな事件を起こしたら、スキャンダラスじゃ済まないわよね。ただ、詩人としての白蓮と同じ血は流れていたようだ。鳴子も和歌の才能があったみたいで、宮中の歌会始めに3回選歌されているぜ。しかも大正さん美人の叔母なんだから、愛子も美人さんだったんじゃない？美人っていうよりは、どちらかといえば可愛い感じだな。さて、これで柳原家の説明は以上だ。打足だが、京都にあった柳原邸は、後にアメリカの宣教師 J.D. デイビスの邸宅になったんだけど、彼が邸宅で始めた女子塾が、現在の同志社女子大の始まりなんだぜ。そんな歴史もあるんだね。このように由緒ある家に生まれた鳴子は、女官として使い始めると、皇宮全体の実務を取り仕切る内侍の女王。後に、明治天皇の御所に出仕するようになると、1873年には女官のトップ権助さんに出仕しているな。この助さんという官職に就く女性が、側室の役割を担っていたんだ。女官って天皇のお世話をする人たちよね。ものすごくたくさんいそうだけど、どれくらいいたの？女官の数だけで言ったら300人ほどが従事していたと言われているぜ。霊夢が言う通り、女官の主な仕事は天皇や、皇后の身の回りの世話だ。食事や入浴の手伝いなんかをするんだけど、入浴には特別なルールがあったそうだ。特別ってどんな？天皇の体を女官3名で洗うんだけど、上半身と下半身で担当する女官が別々にいたそうだぜ。下半身係って、照れちゃうわねでも、なんでなの？上半身が正常で、下半身が不浄って考えがあって、上半身と下半身を同じお湯で洗うのもダメだったんだ。汚れ思想から来る考えなんだけど、洗う人間も同じではダメだったんだろうな。なんだかめんどくさいわね、一気にバーって洗っちゃえば早いのに。そうなんだ、明治天皇もそのせいでお風呂が嫌いになったって言われているぜ。それと天皇の世話をする彼女たちは女房なっていう通称で呼ばれるんだ。鳴子は梅の井さわらび天寺さわらびの壺根などの女房名で呼ばれていたそうだな。なんだかそれぞれ意味がありそうよね。
彼女の女房名にあるさわらびは、芽吹いたばかりのわらびのことだし、源氏物語の巻の一つでも有名だな。それと、女官装束で表が紫で、裏が緑の着物の色合わせもさわらびって呼ばれているんだ。もしかすると鳴子に似合う色が女房名として付けられたのかもしれないな。誰が選んだんだろう？もしかして明治天皇？ああ、女房名は明治天皇が付けたようだぜ。ただ、明治天皇は鳴子に対して別の名前も付けていた。その名もチャボだ。チャボ？おそらく観賞用の小型の鶏の品種のことだと思う。明治天皇は昭憲皇太后のことを天狗さんと呼んだり、いろんな女性にあだ名をつける趣味があったんだ。なんで天狗さん？昭憲皇太后は鼻が高いから、そのあだ名で呼んでいたようだぜ。鳴子がどうしてチャボなのかは正直わからないな。小さいのかな、それとも鶏っぽいのかな。さて、明治天皇の側室になった鳴子は、1875年20歳の時に第二皇女重子内親王を出産している。その2年後に第二王子幸仁親王。さらに2年後の1879年には、後の大正天皇、第三王子義仁親王を出産しているんだ。3人も子供が生まれたんだ、めでたいわね。ところが、鳴子が産んだ子供の中で成人するまで生き延びたのは、義仁親王だけ。重子内親王は1歳で亡くなり、幸仁親王は1歳を迎える前に亡くなっているんだ。3人中2人が亡くなるって、悲劇でしかないわ。それが天皇の子供で早くに亡くなったのは、2人だけじゃないぜ。明治天皇の子供、5人の息子と10人の娘のうち、息子4人と娘6人は、みんな5歳を迎える前に亡くなり、無事に成人できたのは、たったの5人しかいないんだ。15人中5人、なんか病気でも流行ってた？創生した子供たちの死因は、多くが脳膜炎だったんじゃないかって言われている。もしかすると明治天皇自身が病弱だったから、遺伝が原因なのかもしれないし、医療技術がまだ未熟だったことも大きく関係しているんだろう。でも、息子がいないと次の天皇を継ぐ人がいなくて困っちゃうわよね。そうなんだ、これが最初に話した天皇家存続の危機なんだぜ。血を継承していく世襲制という形をとっている以上、血が絶えてしまうのは、天皇家としては絶対に避けなければならないよな。誰もいないなら私がなってあげたいけど、そうもいかないもんね。でも、今までも子供がいない天皇もいたんじゃないの？ああ、かつて子供が一人もいなかった天皇は数人いるし、各時代の将軍にも、後を継がせる子供がいなかったことだってある。例えば、室町幕府5代将軍義和は将軍就任から2年で19歳という若さで亡くなった上に、子供がいなかったから、将軍職がしばらく空位になってしまったんだ。江戸幕府4代将軍家綱も子供がいなかったから、将軍家直系が途絶えてしまっている。そういう場合って誰が将軍になるの？江戸時代には跡継ぎ不在の時に将軍家に養子を出す、御三家という家康の子供を外する家系があったから、彼らの中から将軍が選出されていたな。そうやって跡継ぎの予備を用意しておく方法もあれば、側室を置いて一夫多妻制にして、子供をたくさん作って血脈の断絶を防ごうとする手段もある。天皇もその制度を採用していて、明治天皇の前の天皇孝明天皇には5人の側室がいたそうだ。子供は何人生まれたの？6人だ。成人まで育ったのは、孝明天皇と中山義子という側室の間に生まれた明治天皇一人だけなんだぜ。赤ちゃんには厳しい時代だったんだね。でも、皇后じゃなくて側室の子供が天皇になるってよくある話なの？ああ、江戸時代だけで言うと、明正天皇を除けば全員が側室との間に生まれた子供だから、普通だろうな。明治天皇には明らかになっているだけでも鳴子を含む5人の側室がいたそうだ。どんな人だったのかな？それじゃ、一人ずつ紹介していこう。明治天皇には昭憲皇太后という皇后がいるんだけど、2人の間に子供が授かることはなかった。そこで皇后を迎えた3年後に、天皇の側室になった女性が2人いる。1人は公家出身の羽室光子。19歳で側室になり、第一王子を出産したんだけど生まれてすぐ亡くなっている。光子自身も、産後に体調が悪化し出産の4日後に亡くなっているぜ。お母さんも亡くなるなんて、悲しいわね。もう1人が光子と同時期に、16歳で側室になった公家出身の橋本夏子。彼女も妊娠したんだけど、残念ながら死産で、翌日に、彼女も亡くなっている。2人続けて母子一緒に亡くなっちゃったんだね。子供は創生し、側室も亡くなっていく中、13歳で側室になったその幸子が19歳で出産しているが、誕生した娘は1歳で亡くなってしまった。幸子は合計で2男6女の8人を出産しているんだけど、成人まで生き残ったのは、娘4人だけだったな。ちなみに、成人した2番目の娘の政子が陸軍少尉武田宮常久王と結婚し、その子孫が作家の武田常康だ。なんかテレビで見たことあるかも。千草ことこという女性も側室として迎えられ2人の娘を出産している。
ところが、一人目の娘が2歳で亡くなり、その翌々日に二人目の娘も亡くなっているんだ。なんか悲しい話ばかりで、聞いてるだけで私の心も苦しくなってきた。その他、子供を産んでいないから公式な記述は残っていないんだけど、小倉文子という側室もいたそうだぜ。このように生まれてきた子供が次々に幼くして亡くなっていったから、血脈が途絶えてしまう皇室存続の危機に瀕していたんだ。そんな中、鳴子が産んだ義人親王だけが、唯一の成人した息子だった。彼が生まれてこなければ、天皇直系は断絶してしまっただろう。だから、鳴子が皇族存続の危機を救ったと言われているわけだな。でも、もしも義人親王が成人になる前に亡くなってたらどうしてたんだろう？そうだな、成人まで生きれなかった場合や、生まれてこなかった時には、その幸子が産んだ長女の政子が、武田の宮常久王ではなく、別の皇族と結婚をして、婿養子に入ってもらうことになってたかもしれないな。ただし、この当時は皇族の人間が極端に少なかったから、適任者が見つからなかったかもしれないな。そうなってたら本当に大変だったわね。だったら、鳴子は皇室のヒーローなんだし特別な扱いをされたんじゃない？いや、そうでもないんだ。鳴子は皇后や妃にはなれず、天皇に仕える女性として生涯を全うしたんだぜ。しかも大正天皇の生母でありながらも、ほとんど表舞台に出ることはなかった。それって皇后じゃないからってこと？いや、そういうことでもないようだ。明治天皇の生母はさっきも話した中山義子という女性なんだけど、彼女も由緒ある家の出で、幕末に権大納言だった公家の中山忠康の娘なんだ。忠康は岩倉朋美と一緒に王政復古の大号令実現の中心人物になったりと、明治政府樹立に大きく貢献した人物。だからか、義子もよく重要な宮中の儀式など表舞台に顔を出していたんだ。ふむふむ。一方、大正天皇の生母で家族出身でもある柳原鳴子は義子と違って、日の当たらない存在だった。公式の明治天皇の伝記においても、彼女に関する記述が極端に少ないんだぜ。でも、母親なんだから、相手が天皇だろうと産んで育てた人でしょ？天皇が子供の頃とか、儀式とかにも横に並んで一緒にいたりしたんじゃないの？いや、大正天皇となる義人親王は、鳴子の手で育てられていないんだぜ。6歳までは中山忠康の元にいたし、義人親王自身母親は昭憲皇太后だと教えられていたから、天皇と皇后の子として教育を受けていたんだ。なんか皇族にそういうルールでもあるの？父親の明治天皇も同じように生まれてすぐに里子に出されているんだ。出された先は、やはり同じく中山忠康の家だな。ただ違うのは、4歳の時には宮中に戻って、生母の義子から教育を受けているんだぜ。ずるくない？なんで鳴子だけ、扱いが違うの？鳴子が、っていうよりも、次の天皇になる義人親王の扱いが違ったんだ。なぜ違うのか考えられる理由は、当時の天皇の権威高揚だろう。明治天皇が生まれた江戸時代末期では、庶民の中で天皇の存在を知る者はごく稀だったんだ。だから天皇家は幕府の規制を守ってさえいれば充実した私生活を送ることができた。それこそ母親が子供を育てるってことだよね。ところが、大正天皇が生まれた時代では、日本は絶対君主国家の確立を進め、中心となる天皇には絶対的な権威が必要とされていた。いわゆる荒人神としてな。時代的に天皇が特別な存在でなきゃいけなかったんだね。ああ、皇太子であり、将来の天皇となるお方が皇后陛下の子供ではないって事実は、絶対君主の権威に関わる問題だったんだ。だから本人にも実の母親だって知らせなかったんだろう。それに、君主として有識者による教育も、幼い頃から絶対に必要とされていた。鳴子は文学や和歌に長けていたようだけど、義人親王の教育に関わることは許されなかったんだろうな。英才教育が必要だったのはわかるけど、鳴子の気持ちを考えるとなんだか悲しいわね。あと、義人親王の健康面の問題が理由だとも考えられている。義人親王は生まれた時から、あまり体調が良くなかったそうなんだ。母親は違っても、他の系妹たちは生まれてすぐに亡くなっていただろ？義人親王も例外じゃなく、危険な状態にあったようだ。だから、有力家族の中山家の下で健康面に注意しながら大切に育てられ、宮中に送り出されたんじゃないかって考えられている。ただ、その後も何度も重病を患い、学習院を卒業できず学校を去っているな。そんなにひどかったんだね。それに大正天皇が知的障害だったんじゃないかって言われることがあったそうだな。大正天皇が20歳になった時に、家族出身の九条貞子と結婚をしてるんだけど、お披露目を兼ねて地方巡行を行っているんだ。その時に見せた姿からは、精神的に問題がある様子は見られなかったそうだから、噂でしかなかったようだな。天皇の威厳のためと、健康上の問題で、本当の母親と離れて過ごしていたってことなんだね。
ってことは、大正天皇は鳴子が母親だってずっと知らないままなの？いや、ある程度成長してから、真実を知らされたようだ。大正天皇が実の母親が鳴子だと知った確かな時期はわからない。1895年の天皇が15歳の時には、鳴子を乳母だと思っていて、きつく当たっていたって話が残っているぜ。お母さんとしては悲しかったろうね。その後に鳴子が母親なんだって、本当のことを知ってもなかなか信じなかったそうだ。だって母親だと思ってた人が母親じゃなくて、乳母が本当の母親って聞かされても、普通は信じないわ。本当のことを知らされた後とか、対面するのが気まずくなかったのかな。子供を産んだ後も、女官として働いていたんでしょ？そうだぜ、鳴子は子供を産んだ後も、宮遣いを続けていたんだ。ただし、側室の仕事は義妃と親王を産んですぐに辞めさせてほしいと、明治天皇に訴えたそうだぜ。何か理由があるの？理由は産後の日立ちが悪いことらしい。どうも出産前の体調に戻らなかったようだな。側室を辞めたとはいえ、その後も宮中で働き続けていた。鳴子に限らず地位の高い女官は新入りの指導も仕事だ。そういった指導係をお世話役と呼ぶんだけど、多くの新人女官が鳴子の世話になったそうだぜ。しかも、みんな鳴子に感謝しているから、きっと厳しくも優しく気配りのできる女性だったんだろうな。理想の上司だね。彼女が世話をした女性の中には、大正天皇の皇后帝明皇后になる九条貞子もいたんだ。帝明皇后も鳴子のことを実の母親だと思えたっていうほど感謝していたから、鳴子がどれだけ愛情を持って指導していたのか、想像できるな。本当の子供にかける愛情を、自分の部下に注いだってことなのかな。特に帝明皇后は義理の娘にあたるからな、他の女官よりも、愛情を多く注いだんだろう。1910年に皇后が腸チフスを患い、葉山御用邸で療養した時も、鳴子が付き添ったそうなんだ。この時皇后は重篤になってしまったんだけど、鳴子は神仏に祈願するために水掘りを行い、法華経を唱えて回復を祈ったそうだぜ。本当の母親みたいに、娘が早く治りますようにって祈ったんだろうね。なんかそこまでしてくれるんだから、女官じゃなくて、ちゃんと皇室に迎え入れてほしいわよね。鳴子は妃や皇后にはなれなかったんだけど、1912年に明治天皇が崩御した後に、準皇族の扱いを受けるようにはなったんだぜ。純ってことは、皇族ではないってことよね？ああ、だから皇居に住めるようになったわけでもないし宮中で働き続けているぜ。その後の親子の関係はどうだったのかしらね？最初は受け入れられなかったみたいだけど、どうなんだろうな。実際、大正天皇の息子で後の昭和天皇、裕仁親王が6歳になるまでに、30回も鳴子に会いに行ったっていう記録が残っているんだ。おそらくは、わだかまりが解けたんじゃないかな。なんかよかったわ。だが、鳴子にとって悲しい出来事が起きてしまう。1926年から、大正天皇の体調がひどく悪くなってしまったんだ。もう大人だけど、いつまでも子供は子供だもんね。すっごく心配だったと思うわ。ああ、お寺で必死に回復を祈願したそうだしな。でも、その祈りも虚しく、大正天皇の容態は悪化する一方だった。この時、鳴子は特別に天皇へのお見舞いに来ることを許可されたそうだ。許可をしたのは、鳴子が世話をし、皇后となった帝明皇后だ。許可されないとお見舞いできないのは悲しいけど、皇后もそう思って恩を返そうとしたんだね。そうだろうな、せめて最後は親子の時間を過ごしてほしいと思ったに違いない。おかげで危篤状態の天皇の枕元で、鳴子は最後のお別れをすることができたそうだ。結局、大正天皇は回復することなく、1926年に崩御している。普通の親子ではなかったとしても、鳴子にとって子供に先立たれるのは、悲しかったでしょうね。だろうな、しかも他の子供二人は生まれてすぐ亡くなってしまっているんだ。つまり、彼女は全ての子供に先立たれてしまったことになる。あんまりだわ。天皇が崩御した後も、鳴子と帝明皇后の、本来ならば義理の親子にあたる両者の関係は続いたようだ。鳴子の88歳の米寿のお祝いには、帝明皇后が布団を送ったそうだぜ。しかも自分で縫い上げたそうだから、実の母親にプレゼントするのと同じ気分だったんだろうぜ。もらった方はとても嬉しかったでしょうね。そんな彼女も、1943年に重篤になり、同年に亡くなっている。亡くなる前に、帝明皇后もお見舞いに来たそうだぜ。でも、鳴子のお葬式には、昭和天皇も帝明皇后も使者を送っただけのようだ。お墓も皇族専用の墓地と島ヶ丘墓地ではなく、普通のお寺にあるぜ。死んだ後くらい、子供と一緒に眠ってもいいんじゃないかな。皇室存続の危機を救った人でもあるんだし、大正天皇の後は、危機はなかったの？大正天皇は病弱ではあったものの、4人の王子に恵まれているんだ。しかも4人とも健康で成人を迎えたから、側室は必要なかったぜ。4人のうちの1人、三笠宮隆仁親王なんか100歳まで生きてたからな。ものすっごい長生き。
ただ昭和天皇にも、後継ぎ問題が発生していたんだぜ。皇順皇后との間に娘ばかりが生まれ、息子が誕生しなかったんだ。ってことは、何人も側室を迎えた？何度も宮中では昭和天皇に側室へ興味を持ってもらおうと、あの手この手を尽くしたんだけど、本人にその気がなかったんだ。周りはヒヤヒヤしただろうけど、そんな中、昭仁親王が誕生した。側室問題は解決し、この時に天皇の側室制度は消滅したから、昭仁上皇にも今上天皇にも側室はいないぜ。女官の制度も、昭和天皇が刷新して、住み込みから通いになり、独身でなくとも、勤められるようになった。なお、現在では公務員の女官に相当する職と、皇室に直接雇われる、非公務員の職があるそうだ。お給料いいのかな？側室は無理だけど、募集してたら働いてみたいわ。今後も天皇家では後継者問題に悩まされそうだけど、いくらなんでも側室制度は復活しないだろうし。まあ、このご時世に一夫多妻制が復活するとは思えないしな。本当によっぽどのことがない限りは、復活しないだろう。さてこれにて、皇族存続の危機を救った柳原成子の解説は以上だぜ。子供が成人するまで生きない時代って、なんか悲しいけど、成子さんは幸せだったのかな。天皇の妻でも、母親でもなかったんだもんね。ただ子供を産むだけの存在にしか見えなくて、かわいそうな気がした。明治天皇が健在だった頃には、二人の仲睦まじい姿が目撃されているんだ。天皇がこっそり物陰に呼んで、成子にプレゼントしてたそうだぜ。正直、私たちには天皇の環境は特殊すぎて、自分たちの物差しでは計り知れないけども、その場にいる本人にしかわからない幸せもあったんだと思うぜ。だといいなぁ。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。日本は女性の活躍がまだまだって言われるわよね。そうだなぁ。女性参政権運動なんかも、他の国に比べると穏やかに進んでいったしなぁ。もちろん男性側が強いっていうのもあるだろうが。歴史でも名を残す女性って少ないものね。そんなことないぜ。確かに名前こそは少ないものの、歴史に名を残す偉大な女性はたくさんいる。じゃあ霊夢に偉大な女性を紹介するためにも、今日は和宮様衝撃の事実と謎について解説しよう。それじゃあゆっくりしていってね。和宮の生涯。和宮は1846年に、仁光天皇の第八皇女として誕生した。母は側室の橋本恒子だ。7日後に父系の孝明天皇より和宮の名を賜っている。この時代って皇族に側室がいたのね。仁光天皇は和宮誕生の4ヶ月前に崩御しており、勅命により母の実家である橋本邸で養育された。橋本家は大納言や権大納言を務める上級の公家だったため、和宮は皇女の中でも高貴な存在だったと言える。姫様の中の姫様か。和宮は日の湯馬の生まれだったために、1847年に年替えの儀が行われて年が改められている。どうして？昔は八百屋お七が日の湯馬生まれだったために、日の湯馬年生まれの女性は気性が激しく、夫の命を縮めるという迷信があったからだ。このことで当時は日の湯馬年の女性の結婚に対して避ける傾向があるため、青年を改められたんだな。八百屋お七、すごい女ね。そしてわずか5歳で、有栖川宮たる人親王と婚約している。当時は身分が釣り合った相手がない親王には見つからないケースも多く、幸福な婚約と言われていた。それは今の皇族と変わらないのかもね。しかも当時は高貴な身分の人は、結婚するまで相手の顔も知らないことがほとんどだったが、有栖川宮たる人親王は、9歳年上で和宮の和歌の先生をしていたという。あら、先生と教え子だったのね。幼少の頃から歌を習っていた婚約者がいた和宮だが、時は幕末であり、和宮にとって想像もできなかった方向に人生は進んでいくこととなった。姫様が時代に翻弄されていくわけね。政情不安により、幕府は国内外での力を示すために、公武合体の象徴として和宮と家持ちの婚姻を提案する。孝明天皇は最初難色を示したものの、度重なる幕府の要請に折れ和宮の婚姻が決まった。嫁ぐために内親王宣言を受け、貴賀子という名を賜っている。幕府と天皇家を結びつけようとしたのよね。和宮と孝明天皇は、幕府に約束事を取り付けた上で、10年以内に攘夷を遂行するという条件で婚姻を承認している。幕府が早くの婚礼を望んでいたために、決定の2ヶ月後には京都の桂宮邸から江戸に向けて下校を始めた。花嫁行列は50キロにも及ぶ大行列だったそうだ。50キロ。お月の旅館に嫁入り道具の数々。すごい豪華絢爛だったんだろうな。1862年2月に江戸に着き、江戸城で将軍徳川家持ちとの婚儀を行った。政略結婚ではあったものの、家持ちは和宮を大事に接し、何かにつけお土産を持ってきたり二人の仲は良好だったという。ラブラブだったって有名だものね。
しかし御所育ちだった和宮は、風習も違い女性が集う多くの人間関係などで苦労もしたようだ。しかし家持ちとの仲が良好だったこともあり、結婚生活はわずか4年だったが比較的穏やかな日々を過ごしていたという。もともと許嫁がいたとはいえ、いい旦那さんだったのかもね。しかし1865年に、一緒に江戸に下校していた母の橋本恒子が死去する。この後、夫の家持ちも死去し、兄の孝明天皇も崩御したために和宮は1年の間に母夫兄を失うこととなった。ただでさえ政情が不安定な時に、不安だったでしょうね。1866年に長州征伐のために関西にいた家持ちが体調を崩す。和宮は家持ちの症状が伝えられると、湯島の霊雲寺に病気併癒の祈祷を命じ、医師も蘭学医から漢方医に帰るよう手配し、医師を3名大阪城に向かわせている。しかし飼いなく家持ちは大阪城で死去した。やっぱりまだまだ蘭方医の信頼は低かったのね。大阪からの訃報が江戸に届くと老中は、和宮に時代将軍を誰にすべきか伺いを立てている。そして和宮の助言により次の将軍は徳川慶喜に決まった。この年に和宮は出家し、豪王政官院の宮と改めている。ってことは、わずか20歳で、俗世を離れることになったのね。1866年の7月に家持ちが死去し、12月に出家するが、12月25日に孝明天皇までもが崩御してしまう。立て続けの死に毒殺説も流れているが、この真相は藪の中だ。そこにも不穏な説があるのね。そして年は通いの明治天皇が即位すると、幕府派で占められていた朝廷が様変わりしていく。あっという間に朝廷の中の意見が変わっちゃったのね。明治天皇は和宮へ京への帰京を求めたが、交渉は進まずにいた。結局和宮は、攘夷のために下校したが、その甲斐もなくなった。これ以上、外国人が徘徊する江戸にいては、朝廷の威信を汚すことになるので善処してほしいと要請しており、翌年には上洛するということで決着している。そうよね。夫がいないのだから、和宮が江戸に留まる意味もないかもね。1868年1月に鳥羽伏見の戦いから戊辰戦争が起こり、敗れた徳川慶喜は江戸に帰ってくる。朝廷との和解を望んでいた慶喜は、和宮に和解を頼んでいる。それほど和宮って頼りにされたのね。慶喜は隠居と跡継ぎの選定、謝罪を和宮に伝えているが、和宮は謝罪のみを引き受け、朝廷に嘆願書を送っている。政治に関わる気はなかったのかしらね。この時和宮は嘆願書を、かつての婚約者だった東征大総督の有栖川宮たる人親王に送っている。嘆願書を渡す使者の役割を果たす橋本実柳に、直接宮に渡すように頼んだという。かつての婚約者とこんなところで繋がるのか。そして和宮の嘆願書に対して、新政府からの返答が徳川の存続も可能とあったために、幕府人も安心して大政奉還を進めることになり、西郷隆盛と勝海舟の間で江戸城の無血開城が成し得た。徳川にとっては朗報よね。この後和宮は橋本実柳に、徳川家の上智と禄高を家臣が養えるくらいの国替えを願う直書も提出している。新政府は、徳川宗家の相続は許可したが、上智禄高は先送りとしている。しかし5月に駿河70万石との通達があった。徳川家の人たちの食い口がなくなっちゃったら困るもの。ちゃんと交渉したのね。徳川家の処分が済んだ後、新政府は和宮に上洛を願い出るように促している。しかし和宮は仁孝天皇陵の参拝と徳川家への寛大な処分のお礼のため、上洛を願い出たいが、徳川家の経済状況や江戸の市民感情を考えると、こちらからは願い出かねる。適当な名目を立てて、朝廷から上洛を命じてほしいと返信している。市民感情まで考えていたとは。そして朝廷から帰京の命が出ても徳川家の身の安堵を確認した上でと延期をし、明治天皇の東京への行幸を見届けた上で1869年に京へ帰っている。この時に念願だった仁孝天皇陵の参拝も果たすことができたぜ。ふるさとに戻れたわけね。生まれ故郷の京に帰った和宮だが、明治天皇の勧めで1874年に東京に戻っている。麻布市兵町にある旧八戸藩主の南部の武行の屋敷に居住し、徳川家や篤姫との交流もあったと伝えられている。しかし東京に戻った頃から脚気を患い、医師の勧めもあり箱根の塔の沢温泉に療養に行く。脚気か。今ではなんてことない病気なのにね。しかし療養先の箱根で体調が急変し、逝去した。享年32歳だった。葬儀は当初神式を予定していたが、生前の遺言である家持ち様のおそばに葬ってほしいという意思を尊重し、仏式で行われ、家持ちの眠る東京の増上寺に埋葬されている。皇族なのに仏式で夫のそばに眠るって、本当に家持ちと仲が良かったのねー。徳川家持ちに嫁ぐまで、和宮は当初有栖川宮たる人親王と婚約していたが、
幕府と朝廷の事情により婚約を取り消し、14代将軍徳川家茂に嫁いだ。嫁ぐまでにはかなり揉めたが、結果的に朝廷側が譲歩する形で実現している。元は幕府側の思惑だものね。婚姻の経緯は、幕府側が朝廷側に和宮が嫁げば、皇部一和に役立つという提案からだ。当初孔明天皇は、和宮はすでに婚約しているからという理由で断っている。しかし1860年に、幕府はまず和宮の叔父の橋本実明に打診し、朝廷へ家茂との婚姻を打診している。叔父から崩そうとしたのか。何度かそのようなやり取りが続き、ついに孔明天皇も、攘夷を実行し鎖国の体制に戻すならば、和宮の婚姻を認めるという条件で了承している。幕府側も10カ年以内の鎖国体制の復帰と約束し、天皇は和宮の婚姻を決めた。結婚にあたって和宮は条件として御所風の遊戯を守ることなどを提示している。鎖国は朝廷にとって重要だったのね。そして早期に婚姻を望む幕府の意向に従い、2ヶ月後には総勢3万人、行列は50キロ。みこしの警護22班、沿道の警護には29班が動員される花嫁行列となった。大名行列よりすごいんじゃないの？和宮が通る沿道では外出商売は禁止され、行列を高みから見物することも、寺の鐘を鳴らすことも禁止された。犬猫も鳴き声が聞こえないほど遠くに繋がれたといい、これまでの皇族の婚姻の中でも特に盛大な花嫁行列となったそうだ。犬猫までとは？でも見てみたいわね。和宮の功績1、江戸城無血会場。和宮の最大の功績は、なんといっても江戸の無血会場に貢献したことだ。江戸の無血会場で、西郷隆盛と勝海舟が会談したことは有名だが、新政府に大きな影響を及ぼしたのは和宮だった。和宮は天璋院篤姫と相談して、征討大将軍の仁和寺の宮義明親王や橋本実柳に嘆願書を送っている。江戸で血が流れるのを防ごうとしたのね。朝廷の返信は願いの儀については朝儀を尽くすとのみ記されていたというが、使者として来た橋本実明が持ってきた扇町三条実成の書状の写しに、謝罪の道筋が立てば、徳川の存続は可能と記されていた。じゃあこの書状があったからこそ、幕府も大政奉還に向けて行動を移すことができたわけね。嘆願書には朝敵と共に命を捨てるのは恐れ多いことですが、徳川家と命を共にする覚悟ですと書いてあった。この嘆願書は朝廷でも心を動かされたといい、江戸への総攻撃の中止の大きな一因となり、江戸と徳川家を救うこととなった。そりゃこんな書が来たら、心を動かされちゃうわ。和宮の功績に、皇部合体の象徴。もう一つの功績は、徳川家茂に嫁いだことだ。動乱の幕末期に、和宮の婚姻はどうしても政治的に必要だった。当時関東は外国人が多く出入りし、長年鎖国していた日本人にとって不安になってしまう情勢でもあった。長らくの鎖国が開けて、いろんなものが流れ込んできたのね。結婚の際は、高家は幕府が和宮を人質にするのが目的で、小型家道らは幕府から賄賂を受け、天皇を騙して幕府の計画を手助けしているとの噂が立ったそうだ。この噂はほどなく天皇の耳に入り、岩倉朋美と千草有史に噂の真意を確かめるよう命じている。そんな噂が立つほど、当時の朝廷と幕府との仲は不安定になっていたけど、和宮との結婚によって幕府の体面も保たれたのね。家茂と篤姫との関係、一悶着あった和宮の結婚も、1861年に婚儀を行った。その後多くでは徳川家茂とは良好な関係を築き、篤姫とはあまり仲がいいとは言えない状況だったようだ。この二人との関係を解説していこう。あら、家茂とは仲が良かったけど、篤姫とはいまいちだったのね。家茂と和宮は同い年の17歳だった。周囲の喧騒をよそに、家茂と和宮の仲は至ってむつまじかった。家茂は真面目で物堅い性格で、若年ながら自分の立場をわきまえて、難しい政局に対処していた。17歳で政治をするって大変でしょうね。しかもこんな時代に。そんな家茂の姿は、やはり政治に翻弄されて将軍に嫁いだ和宮には、共感するところがあったようだ。家茂もまた、か弱い身で関東に来なければならなかった和宮に、いたわりの情を示していた。二人とも優しく思い合っていたのね。旅館の日記には、庭で乗馬をする家茂を、和宮は高台に登って眺めたと記されている。やがて和宮の元に戻ってきた家茂の手には、自ら庭で倒った石竹の花があり、お土産と言って進呈した。また家茂は、和宮へ珍しい金魚や、別行のかんざしを送ったこともあった。素敵な話ねえ。すごくささやかなプレゼントなのがいいわ。家茂の和宮への愛情は、最初のうちは多くの者たちの目には、上様が機嫌を取っておられると映ったようだ。しかし、二人の仲睦まじさが本物であることがわかると、
多くの者たちと、和宮のお付きの者たちとのいさかいも、次第に沈静化していった。二人のラブラブっぷりに、周囲も巻き込まれていったのね。さらに将軍といえば側室が付き者だが、家持ちは生涯側室を持たなかった。実は和宮の降下が決定した頃、世間では、幕府は和宮を人質にして天皇に上位させるつもりだろうという噂が流れていた。これに対し家持ちは、和宮降下に関して双心はないと朝廷に誓っている。これは和宮を妻として大切にするという誓いでもあった。一人の男性として、和宮を大事にすると誓ったのね。また長州征伐に出向く際、家持ちは和宮に凱旋の土産は何がいいかと聞いている。家持ちはこの遠征中に病死してしまうが、和宮が欲しがった西陣織は約束通り彼女の元に届いた。戦いの最中でも妻へのプレゼントを忘れないなんて、和宮への深い愛を感じるわねー。和宮はこの西陣織を徳川家の菩提寺である増上寺に奉納した。その際に添えられた和紙はうつせみの唐織衣も何かせんあやも錦も君ありてこそと添えられている。せっかく綺麗な着物が届いても見せるあなたがいないのに、一体何の意味があるのでしょうか。切ないわね。この時の西陣織は後に袈裟に仕立てられ、現在でもうつせみの袈裟として伝わっているぜ。さらに1863年に家持ちが上洛のため江戸を出た際、和宮は夫の無事を祈ってお百度参りをしている。同年に再び上洛の要請があった時もお百度参りをしているので、よほど家持ちが心配だったんだろうな。お姫様がお百度参りなんて辛いことをするなんて、和宮は朝廷に対し、用が済んだら速やかに将軍を江戸に帰還させるよう願い出ている。上洛の際に海路で行くことを聞くと、陸路に変更するよう進言したこともあったようだ。和宮にとって家持ちがどれだけ大切な存在だったかがよくわかるわね。また、家持ちの履物が縁側の石の上に落ちてしまった際、和宮は縁側から降りて自分の履物を下に置き、家持ちの履物を石の上に置き直し周囲を驚かせたという話も伝わっている。そりゃ代々神様の子孫とされてきた人が、そんなことしたら驚いちゃうわよ。家持ちとの関係は良好だった和宮だが、大奥にはなかなか馴染めず辛い思いをしたようだ。篤姫との関係が良くなかったの？先代の将軍である家定の正室である天璋院篤姫は、次期将軍として慶喜を推すよう命令を受けていたものの、最終的には家持ちを担いだ。どうやら家持ちのことを息子のように可愛がっていたようで、上洛の際にもかなり身を案じている。そうか。可愛い息子のような存在に嫁が来たってことね。嫁姑に似た関係性があったのかもな。婚儀の際に、和宮の地位が高いことにより、将軍が頭を下げるという異例のパターンになったことも気に入らなかったのかもしれない。まあ幕府側に和宮よりくらいの高い人はいないものね。和宮は大奥に入るにあたり、女房衆ら約80人のお付きの者を従えていたとされる。しかし、和宮をはじめとする京都側には話が違うと感じることが多かったようだ。話が違う？京都側が重んじたのは、江戸城内においても御所風で暮らすことで、それは幕府もすでに了承済みだったはずだった。ところが肝心の大奥側は、御所風のことは一切承知していないと主張し、幕府の役人たちの受け答えも曖昧だった。それは納得がいかないわね。どうしてそんな齟齬が起きたのかしら？もしかしたら幕府の役人は、和宮が大奥に入ってしまえばこっちのものと、朝廷と口約束だけをしていたのかもしれない。京都側は幕府への不信感を募らせながら大奥に入るが、やがて不満が爆発することになった。な、何があったの？和宮が初めて大奥に入った12月11日、和宮は御殿の上座に座り、大奥の人々と対面した。その後、対面所の上段で将軍家持ちと初めて対面する。家持ちは和宮が送った供養の日常服であるこの牛姿だった。朝廷スタイルだったのね。さらに内着姿の天璋院篤姫とも対面し、祝宴となった。家持ちと和宮の婚儀が翌年2月に決まったこともあり、華やかな宴となった。しかし女官は、御所風の一件もあり、心にもやもやとしたものを抱いていたようだ。ほうほう。そしてほどなく、この女官は天璋院が無礼である。天璋院は和宮に面会しても会釈も礼もせず、普通の姑同様に接しようとした。しかも天璋院は敷物の上に座り、和宮には敷物もなかった。和宮側近に与えられた部屋は暗く、8畳二間のみである。多くの者たちとの折り合いも悪く、和宮が涙したこともあった。という手紙を宮中宛に送った。挨拶云々は置いといて、部屋が狭くて暗いのは気の毒だわ。天璋院篤姫が一番の悪者にされており、いかにも厚気味は意地の悪い。工場工女とも思わない不敬の姑のような印象を与えるが、これについては篤姫の側にも言い分はあった。そうなの？幕臣の勝海舟の談話には和宮と天璋院とは、初めは大層仲が悪かった。会うまではね。お月のせいだよ。
はじめ、和宮がいらした時に、お土産の包み紙に天璋院へとあったそうな。いくら公女でも、徳川氏にいらしては天璋院は姑だ。書き捨ての方はないと言って、お月が不平を言ったそうな。それであっちですれば、こっちでもするというように競って、それはひどかったよというものがある。包み紙が問題になったの？いかに公女であっても、将軍家持ちに嫁ぐ以上、篤姫は姑だ。その姑を和宮側が呼び捨てにしたことで、篤姫のお月の者たちが憤慨した。もちろん、だからといって篤姫が、対面の際に意地悪をして和宮に敷物を与えなかったわけではない。じゃあどうして敷物をくれなかったの？武家の嫁と姑のしきたりを、そのまま踏襲したに過ぎなかったんだ。宮様であっても武家に嫁いだ以上は、武家のしきたりに従うのは当然であると、篤姫は考えていたんだな。なるほど。それは篤姫の方にも言い分はあるわね。しかし和宮たちは、御所のしきたりを通すことを前提として大奥に入っている。例えば公家社会では、嫁の位が高ければ、対面の際に姑であっても嫁の上座には座らず、対等の位置で、それぞれ敷物を用いるのが普通だった。つまりしきたりや考え方の前提が違うから、様々な場面で食い違いが生まれちゃったのね。だから勝海舟が語るように、当人たちよりも、むしろそれぞれのお月の者たちが感情的にヒートアップしてしまい、不幸にも厚気味と和宮の対立の構図が作られていったんだろうな。まさにマナー講師同士のバトルみたいな、夢のマッチが実現することになったわけね。また篤姫は、家持ちが和宮を御台と呼ばず、宮様と呼ぶことが、どうにも納得できなかった。篤姫としては和宮に対し、徳川の嫁としての自覚を促したいという思いが強くあった。でも夫婦のエピソードを聞いていると、そんな深いこと思ってなさそうだけどな。相性として宮様だったんじゃないの？それでも武家の娘で、まっすぐな気性の篤姫だけに。その後、勅使によって和宮が正式名称、呼称は宮様であるとされても、夫に宮様と呼ばせる和宮に対し、割り切れない思いを抱いていたようだ。まあそういうところから、気持ちが変わっていくってこともあるからね。そんな篤姫の和宮に対する見方が、あることをきっかけに変わった。これも勝海舟が海舟語録で語っている。どんなの？ある時、浜御殿へ天璋院と将軍と和宮と三人でいらしたが、踏み石の上にどういうものか天璋院と和宮の草履を上げて、将軍の分だけ下に置いてあったよ。天璋院は先に降りられたがね、和宮はこれを見て、ポンと飛んで降りて、自分のをのけて、将軍のを上げて地味なすったそうで、それでピタッと静まったよというものだ。あ、さっきあった草履のエピソードね。この和宮の将軍を敬う行動に、篤姫は大いに驚き、見直すことになった出来事だった。篤姫も和宮と同じく政略結婚だったんだもの。気持ちは分かり合えるはずよ。後に篤姫と和宮の間にあったわだかまりは了解していたと言われている。子孫繁栄を願って、仲良く一緒に猪子餅を食べる家持ちと和宮。そんな息子夫婦を温かく見つめる厚気味の姿も見られたようだ。その後無血会場でも協力しているんだから、女性同士強く分かり合えたんでしょうね。和宮の死因。和宮の死因は、脚気のための心不全という説が有力だ。現在こそ脚気はビタミン B の不足による症状と分かっているが、当時は原因が不明で、白米が流行した江戸で多く発症したために江戸病と言われていた。玄米を食べていれば、またもう一つの説にコレラ説がある。これは和宮が没した年に、コレラが大流行していたからだ。コレラは当時死亡率も高く、原因も分からなかったために非常に恐れられた病だった。発病3日目には突然死んでしまうために3日コロリとも呼ばれていた。これも現代の日本なら軽い症状で済むけど、江戸時代なら致命的だものね。和宮の葬儀は、内親王であり将軍正室であった女性とは思えないほどひっそりしたものであったらしく、天璋院篤姫すらも参列していないそうだ。そのことから、伝染病による死だとすると説明がつくというのも理由だな。なるほど。伝染病なら、感染を防ぐために葬儀もひっそりとしたものになるものね。和宮の持っていた写真とは、増上寺墓所の改装に伴う発掘調査のため、昭和33年に和宮の墓が掘り返された。和宮の遺体は当然白骨化していたが、ちょうど胸に抱くような形で一枚のガラス板が発見された。ガラス板？確認すると、そこにはうっすらと人物が写っており、当時使われていたガラス板写真の種板であることが分かった。その頃の写真撮影は、ガラス板に画像を写し取り、それを種板つまりネガフィルムのように使って紙に写真を焼き付ける方式だった。そうそう。出版写真とかね。ガラス板写真を調べると烏帽子をかぶったまだ17、8歳の、童顔の夫家持ちらしい顔がかすかに見えたと証言したが、ここで衝撃的な事件が起こった。なんと画像は、数日間のうちに薄れていき、ついに消え失せてしまったんだ。
じゃあ結局、画像は数人の関係者が目にしただけってこと？棺の中で長期間密封されていたものが、外気に触れたために消失したと考えられたが、正確な理由は未だに解明されていない。しかしこの事件は、もう一つの話題を生んだ。それはこの画像の人物は本当に家持ちだったのか、ということだ。家持ちっぽく見えたんじゃないの？なぜ家持ち説が疑わしいのかというと、14代将軍家持ちは、生涯に写真を撮ったという記録がないからだ。家持ちは1866年に21歳の若さで病死しているが、没するまでの間に写真を撮影した形跡がない。家持ちほどの立場なら、写真を撮るチャンスはあったわよね。そうだ。家持ちほどの大物であれば、写真を撮ったのに現在伝わっていないということは考えられず、そんな状況の中で和宮だけが写真を所持していたというのは明らかに不自然なんだ。じゃあ写真の人は誰なの？そこで、写真のもう一人の候補者が浮上してくる。和宮には、家持ちに嫁ぐ前に婚約者がいた。同じ皇族の、有栖川宮たる人親王だな。そうね。本当に結婚直前だったのよね。こうした背景を考えれば、まだ思いの残るかつての婚約者の写真を、和宮が大事に持っていたというのは決してありえない話ではない。でも、和宮は家持ちと仲が良かったし。有栖川宮が写真を撮った記録はあるの？有栖川宮にしても和宮と婚約していた時期に写真を撮った形跡はない。しかし、有栖川宮は1895年まで存命していたから、明治期には写真を何枚も撮っている。和宮が1877年に亡くなるまでの間に、写真を入手するのは容易なことだろう。そうか。写真を残しているのか。和宮は、有栖川宮への思いを断ち切れずにいたのか、それとも実は家持ちの写真というのが存在していたのか。そもそもこのガラス板は本当に写真版だったのか。未だ解明されないままの幕末ミステリーなのね。和宮は左手がなかった？またこの時の発掘報告書に、和宮の遺骨は綺麗な状態で残っていたにもかかわらず、左手の手首から先の骨が、いくら探しても見つからなかったと書かれていた。左手がないの？そこで、別の謎が出てきた。それは和宮は、生前から左手がなかったのか、それとも、亡くなった後に左手がなくなったのかということだ。それは気になるわね。まずは生前からなかった説を紹介しよう。実は和宮の肖像画には、左手が描かれていないんだ。増上寺にある銅像や日本女子会館にある銅像では、和宮の左手が隠れており、肖像画にも写真にも左手が描かれていない。このことから、和宮は何かの出来事により、左手首を欠損したのでは、と推測できるというものだ。それはかなり有力な証拠ね。しかし反対意見もある。和宮以外の人物が描かれた肖像画や浮世絵、写真でも、両手や片手を着物の袖に隠したものが多く存在している。よって和宮の銅像や肖像画に左手が描かれていなかったことは、生前から左手を失っていた直接の論拠とするには、弱いというものだ。手を描かないなんてあるの？実際、江戸時代では手が小さい方が美人とされており、明治時代になって写真が出現した時も、写真に手が写ると手が大きくなるとの俗信が流行り、手を隠して写真を撮ることは珍しくなかったそうだ。ああ、確かに手足が小さい方が華奢に見えるのかもね。着物の構造上、両手首まで見えている着物よりも、手が隠れるくらいたっぷりとした着物を着ている方が上品に見えることもあるし、十二人絵のような皇族の正装姿では、左手は出さないことがルールとしてあるそうだ。なるほどね。日本人の美意識の問題だったかもしれないのね。次は和宮が亡くなった後に左手がなくなった説だ。これは和宮が生前に左手を欠損したのだとしたら、どの文献にも記録がないのはおかしい、というものだ。他の体の部分が残っているのに、左手首より先の部分だけがなくなるっていうのも不自然よね。だが和宮は脚気を患っていたため、左手首の骨がもろくなっていた。そのため分解が早く進んだという説や、発掘時に土砂が入り込んだため、泥に埋もれてしまった、棺が欠損し、遺骨の姿勢が不自然であった点から、埋葬時に棺を落とすなどのトラブルがあり、左手が粉砕されてしまったなどの説がある。にしても左手だけか。どちらも決め手に欠けるし、これもミステリーとして残りそうね。和宮は替え玉だった？和宮は偽物だったという逸話もある。朝廷から幕府に嫁いできたのは、皇女和宮の替え玉だったというわけだな。すごい話ね。これも発掘調査の際の遺骨から唱えられた。和宮は小さい頃から関節炎を患い、足が不自由だったと言われている。しかし発掘した和宮の遺骨からは、足は極端な内股であるものの、足が悪かった形跡は見られなかった。いやー、内股は足が弱くなるわよ。
あと霊夢が好きな草履のエピソードもあるぞ。足が悪いはずの和宮が、ポントに輪に飛び降りられたのだろうか？まさかこのエピソードが最後に来るなんて。とはいえ替え玉だとしても、左手がなくとも、心の底で過去の許嫁を思っていたとしても、和宮はすごい女性だ。そうね。それは間違いないわ。愛のある人で、責任感が強い人だったのね。受血っていうと気が強いイメージがあるけど、最後までたおやかなのも素敵よね。やっぱり朝廷出身というのは大きかったんだろうな。霊夢もこういう女性を目指してくれよ。たおやかで強い、これこそ日本女性の目指す姿かもしれないぜ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。